キチャンネル。ちょっ、こんにちは。サバイバル選手。さあ、はい、この季節がやってまいりました。はい、キャンプインです。はい、サバイバルポジションっていうね。そう、サバイバルポジション。はい、ね、よく監督コーチが言うんですよ。はい、いや、ポジション白紙ですとか、うん、全員競争させますって。うん、嘘つけって。横一線っていうね。何が横一線やねんちゅって。オートレースの0100ぐらいのハンデ戦やんすよって絶対1位やろって。いや、まあまあ、もう絶対出るって決まってる選手はいますよね。 100% いるよ、怪我しなかったので。まあそうですね。そういうのに横一線って嘘ばっかり言うから、うん、いやでもやっぱこう奮起させるために。嘘で。でもやっぱ信じるじゃないですか。信じるじゃないですか、若い選手は。いや信じてねえよ、嘘つけって思う監督の威厳が減っていくよですかね。うん、あ、そうですか。だって嘘ついてんねん、もう分かるやん。まあまあ確かにルーキーで入ってきて、だって俺らの時によ、はい、横一線だからって言って、はい、ファースト福浦さんじゃなくなることあるかって言って、キャッチャー俺じゃなくなることあるかって言って、ショート西岡じゃなくなることあるかって、うん、ないや。巨人で横一線ですって言って、うん、え、岡本もですかみたいな。まあそれはないですね。岡本なんて、岡本だったらもう多分、うん、よーいドーンって、うん、なるや、はい、なった瞬間にもう表彰台の一番上いると思う。もう立って待ってます。あれみたいな。そうですね。もうそのあたりはそうですね。うん、だからよく嘘なのよ。嘘ばなのに言うんよ。だからもう決まってる、そういう飛び抜けてない選手の中では横一線ってことですかね。そうそう。だからそれをどこがあるのかっていう、はい、まあ、キャンプの見方とともに、はい、ね、まあ、キャンプインしましたから、うん、多分したと思うのよ、はい、この動画が出るときは。そうですね、うん、だからそれを見越して全チームのこのキャンプの見どころ、はい、課題っていうところをね、見ていきましょうというところで、はい、今日オープニングはチャールズ・マリーンズ。お、これ去年もね、ロッテからだったんですね、やっぱりね。そうだ、はい、やっぱ言うこと多いやん。でも元気なうちにね、言うこと、言うこと、はい、言うこといっぱいあるやん、もう、はい、ね。そうですか。うん、だってドラウト編成も、はい、ボロカス言ってたわ。言ってました。うん、ロッテだから試合に出てるだけって言ってた。確かに言ってた。だからそのロッテの、はい、ロッテのサバイバルポジションはね、うん、決まってるポジションあんのかな、逆に。え、これ私去年のこの動画見たんですよ、うん、そしたらロッテほぼほぼもう決まってるって言ってましたよ、去年は。言ってた言ってた言ってた。はい、今年 ね、うん、去年の、うん、今年決まってるポジション言っていい。はい、ファースト、うん、外まあ、まあ、新外国、新加入の外国人で、うんうん、どうせ外よりホームラン打てる日本人おらんから。そうですね。しかも外の守備いいからね、うん、何気にね、はい、うん、で DH ポランコ、はい、決まりよ、決まり、ホームランを、うんうん、あと全サバちゃん、この1年で全サバになりました。うん、それぐらい低いね、うん、わ、まあ、まずちょっと考えていこう。はい、そうです ね、ポジションごとにね、うんうん、中村翔吾がサードにコンバートなんだよ、うん、ってなった時に、はい、ね、まあ、ぶっちゃけサバイバルやと思うけども、うん、サード中村も何気に決まってると思う、うん、あ、まあ、中村翔吾選手はどこかでは絶対出ますよね、うん、まあ、出てるよう、無サバイバル、無サバイバル、うん、中村翔吾が無サバイバルだったら、うん、もうやばいね、はい、ロッテは。そうですか。2割ちょろしか打てへんやつがもう確定やで。そうですね。そんな寂しいチームないで、正直。そうですね。でも、うん、そこで出てた人間をコンバートさせるってほぼ確やん。うんうんうん、その出てないからコンバートさせるんだったら競争だけども、うん、そのセカンドっていうポジションで試合に出てた人間がサードになるってことは多分もうサード中村は確定なんだよ、うん、だってサード守らすからサード行ってるのに、はい、別にサードで守らせないんだったらセカンドのままでいいや、うん、そうですね、うん、だから何気に確定してるんだよサード、うんうん、中村は、はい、俺はもうそんなチームで弱いと思うけど、うん、それがもう翔吾がめっちゃ奮起して、はい、今年結果出していった話は変わるけども、シーズン途中で変わる可能性あるけども、うん、開幕サード中村はもうほぼ俺は決まってると思う、何気に、はい、だからコンバートさしてんだよと思う、うん、じゃあセカンドは、セカンドは不調か確定、そうですね、うん、それで出すためにセカンド行ってるわけ、うん、だから何気にセカンド不調かとサード中村はもう確定してるかもかね、うんうんうん、そのロッテの中ではね、はい、でショートが茶谷と友杉の競争らしい。あ、じゃあここがサバイバルですね。でもうキャッチャーはもう本当誰が出てもいいレベルだからね、うん、低い意味で去年はやっ
っぱり松川選手が出るんじゃないかって言ってた吉井さんね。そうだからまあもうそれはもう思い切って育成に特化したんちゃう、はい、2軍でね、うん、でまあ、終盤で田村にな、はい、チャンスやったけど、うん、もう捕まえられへんからな、うん、打率より低いから、打率身長より低いから、うん、で外野ね、うん、中部選手とか戻ってくるんですかね。いやだってもう自主トレとかも聞かれへんから、うん、だって手術するとか言ってたから多分戻ってこられへんと思うよ。そっか、うん、もう全員だから荻野、岡、角中、藤原、まあ、角中はもうレギュラーとして出ない。あですか。で山口、うん、まあ、石川とか、うん、もうそこら辺で、で上田球とか。あそうですね、うん、外野とか全サバちゃう。ああでもそう思ったら、ね、だって黙っててまだ荻野が出てたらやばいよ。荻野隆今年39歳やで。あそんな行くのか。うん、まあ、外野は全サバちゃう。うん、確かに正直、はい、で上田選手も入る隙はあるってことですもんね。全然あるよ、全然あるよ、うん、普通に。だって外野なんて今年の年齢で33歳岡、はい、で33歳ポランコ、うん、で37歳角中、39歳荻野に頼ってんの何しとん。しかも年齢構成ほぼ一番頑張らなきゃいけない20この後半6歳から30歳までの間のレギュラーゼロに、うん、それがやばいね。正直なんでこの現象が起きてるか知ってる？知らないです。うん、そうショートガチャばっかりしてるからなかなか苦しいね。野手がこう目立つ選手っていうのが本当にまあね、いない、うん、全くもって正直。そうですね、まあ、だから外野は本当に、まあ、外野こそじゃ横一線ですか。だから山口藤原とか出てこなきゃいけないんだけどね。いや本当そうですね、それがなかなか出てこないからね。この山口藤原とかがハマればいいんだけど、うん、全くハマらないからね、うん、結局でまた岡荻野よろしくっつってもう30歳オーバー、うん、正直だからもう荻野、ね、とか角中とかいなくなったら本当きつい ね、 そうですね。代打もおらへんしな。まだ安田選手の前出てないですけど、うん、出るとこないんちゃう。だからもう外野コンバートした方がいいんちゃう。あ外野もできますみたいな。だって外が入ってきたから、うん、ファーストはもう絶対外じゃん、うん、よっぽどのことがない限り、はい、しかも去年謎の外国人ブロッソー途中で来てるからねもういるかっていう。そうですね、あれだったらもう安田で何が良かったんやろな正直、はい、謎の外国人ブロッソーね。でも今内野こうやって見てると安田選手入る隙ないですね。なんか中村がファースト行ってファーストソードだったらだってファーストサードしか守られへんねんから出るとこないやん、うん、外野だからもう中村をサードにコンバートしたっていうところで、うん、もう安田を見切ってんのかなみたいな。終盤ね、いいとこで打ってましたけど ねえどうすんのやろな、うん、ミラクルあるんちゃう。ミラクル、うん、いやいや、中村もう一回セカンドってコンバートさせたのにえ、でもそれで藤岡選手それか安田か外野の練習した方がいいよね。あ、じゃあもしかしたらキャンプしてるかもしれないですよ、うん、でもサードの、安田サードの守備そんなに下手くそなわけじゃないからな、うん、それだったら中村翔吾外野行ったらいいんちゃう。足もあるの。ああ、足考えたらそうですね、うん、まあ、肩がどこまで強いかちょっと疑問符つくけど、別に取ってから早く投げたらそんな別に 50m ぐらいちゃんと投げれればいいからな。もしかしたらキャンプで練習してる守備位置変わってるかもしれないですよ。外野外野だから安田どうすんやろな、うん、それかもう安田か中村どっちか使えへん、どっちかしか使えへんみたいな。もうどっちかはもうもういいんじゃん。安田も中村ももうサードとか外野も両方練習させたらいいやんな。あ、2人とも、うん、うん。あと山口ももう外野行くしかないからな。ファーストに外と、はい、だってポランコ守らせるぐらいだったら山口とか守らせといた方がいいやん。うん、だからポランコ外はもう DH とファースト確定やん、うん、絶対、はい、しかも中村をサードで使わないんだったらサードにコンバートさせへんやんな、うん、普通に考えてます、うん、そう考えたらもう中村に最初はね、途中からどうなるか分かんないよ、うん、最初は中村サードセカンド藤岡で確定してると思うね、うん、で安田行くとこないな、うん、キャンプはもう安田がどこの練習してるか見ようか。そうですね、まあ、あと中村翔吾選手もどこやってるかなっていうのは注目ですね、うん、でもあれですね、そう思うとそこの固まってる内野手すごい難しいですね。うん、そうだね、うん、池田とかもう出るとこないな。だからもうライド行っか、ライドそうなるのよ。だって結局安田もドラフト1、中村翔吾もドラフト1、うん、藤岡が多分ドラフト2やと思うね、うん、上位でそれをそこってたらそいつらに託すわけやろ、うん、それなのにまだ内野バンバン取ってたら、うん、こう余んの分かってるやん、うん、普通に考えたら、はい、そうなるよね、うん、で外野がスカスカや、はい、で外野も誰もはまれへんっていう、うん、どうすんやろ。
まあ、やっとね上田選手取りましたけどね。うん、だから上田も全然チャンスあるよな。ありますね。だからもうねロッテの一番ダメなところ俺も今気づいたわ、はい、喋ってて、はい、低いレベルでいっぱいいるね絶対じゃないで、はい、うなぎで言うと、はい、竹みたいな。うなぎ、松竹梅、うん、竹みたいな、はい、がいっぱいいるわ、はい、だから絶対できてないけど使ってやりたいよな、うん、なんで、はい、でも絶対じゃないで、うん、そんなやつばっかりいんで結局。じゃああれですね、だからぶっちゃけさ、はい、格おらんくない。だからもう岡本選手とか、そうそうそう、そういうとこですね、うん、だからもうだからじゃあパリーグで言うと、はい、じゃあソフトバンクだったらもう近藤柳田みたいな、うんうん、とかオリックスだったらじゃあ今だったら紅林とか、うんうんうん、まあ、確実にそこっていう選手ですね、うん、確実 に胸とか、うん、確実にみたいな、うん、まあ、まあまあまあのサバイバルみたいな、うん、もう絶対そいつでしょみたいなね、うん、だってよくあれじゃないですか、やっぱオリンピックとか代表に出る選手は野手っておらんもんな。ね、だからさ、ね、俺がこうやって言って、いやサードは中村確定やろって言った時に、うん、文句絶対来んねん。なんで確定なんですか、確定じゃないでしょって絶対コメント欄来てんねん、うん、はい、100%、うん、文句言われない人いない今思ったけど、はい、いや中村コンバートしたんやからそれ出すやろ、うん、この俺の意見も弱くない、まあ、なんか中村がすごいから出るじゃなくて、はい、コンバートしたりってことは使うってことやんなーっていう推理推測やん、はい、だ確実に実力で出るって方がいないってことですね。おらんよな、うん、でもそれこそじゃあもう横一線じゃないですかロッテに関しては。いや外とポランコだけだと思う。そうですね、まあ、そこ、あ、そこの2人はね、いやそこが出れへんぐらい日本人が頑張ってくれたら強いと思うよ、はい、でもそれを今の時点で想定するのは難しい、はい、って考えたらぶっちゃけ、うん、全サバやな。そうですね、どこでも出れるよ、うん、チャンスあるよちょっと頑張ったら、うん、どうする、ふた開けてみたら、うん、上田久とサード守ってたいやでもなくはないよ、うん、開幕どうする上田サードだったら、うん、あるよな、はい、別にだ去年の成績見てたら、うん、中村翔吾も安田も、うん、レギュラーになって言えんやもん、うん、でキャンプオープン戦で外野の選手がすごい頑張って上田選手も出るとこなくてでも調子よかったらサードって、ね、あるよな。ありますね、全然あるよな、うん、セカンド中村だったらどうする開幕あるよな藤岡選手があまりこう調子良くなくてとかね。いやいや、ほんで茶谷と友杉があんまり大したことなくて、はい、でまた藤岡翔太で一緒やみたいなだそれぐらい固まってないってことなんですね。固まってないというか、まあ、成績が乏しい、うん、みんなのだから妥協しなきゃ、妥協してこの選手みたいになるよ、うん、正直、うん、そうじゃないように選手たちはもっと自己の能力を上げなきゃいけないよね、うん、だから俺にこんなこと言わしちゃダメだよね、うん、正直選手たちは、はい、だから多分今年プレミア中にあるけども、はい、多分辞退者も出るから、うん、ちゃんとした代表にはなんないと思うけども、はい、そこにも名前上がってけへんと思うね、頑張らないと、うん、正直そうですね、うん、あとピッチャー見ないといけないですよ。ピッチャーは、はい、まあ、毎年取ってるから年齢構成はいいんだよ、はい、でも先発でいうと佐々木朗希でしょ、うん、で種市でしょ、うん、で西野でしょ、はい、うん、で落ち今、うん、中村とか来んのかな今年ね、22歳ね、メルセデスね、うん、ここらぐらいか、うん、先発中森のことですか。あ、中森、これ何ちゅうた、中村ってことですか。あ、中村、うん、中森2番手、うん、まあ、2番はまあ、6番手、7番手争いでしょ、うん、まあ、大ベテランになってきますもんね、もう年齢的にね、うん、で、リリーフがコルデロとかフェルナンデス、うん、まあ、マッスンでしょ、うん、沢村、沢田、西村、うん、大野とかか、うん、ね、リリーフはでもあれですか、まだ空き枠ある感じですか。そうやな、でも確定って人が、確定で先発はでもノーサバイバルか、結構綺麗に埋まってますね。佐々木朗希、種市、西野、大島、メルセデス、うん、だから一つじゃん、一つ誰が入ってる、一つをだからその中森とか、うん、それこそじゃあ元前とか、うん、まあ、美馬とか北滝とかが、うん、で広田が先発かリリーフはよく分かんないけど、うん、そこら辺ちゃう。去年も先発足りなくてリリーフデーっていうのが結構ありましたもんね、うん、だってそれは足りひんよ。足りないですね、中6日で回られへんやつばっかりそんな、いや中6日で回ったら足りんねんで。そうですよね、でも中10日とかにするから、はい、足りなくなってきたり、で去年とかだったら途中で佐々木朗希いなくなったとか、うん、で種市もとか、はい、いなくなってるから足りんくなるだけで、はい、そう薄いかな。そうですね、うん、あ、シャレそうですね
だそう薄いんだよね、あとは森とかね、はい、あと菊池がどうするんだろうね、前田の投手は。先発足りてない感すごいありますね、うん、そうそう、層が薄いから、はい、ね、そうですね。で、石川がね、はい、あの育成になるからね、手術するからね。で、外国人のフェルナンデス、ダイクストラ、コルデロ、メルセデス、フェリス、もうフェリス育成だけど、うん、で、いるんだけど、でも結局、外とポランコ入れるわけじゃん。だ今年も多分5人だと思うんだよね、外国人、うん、あと3人しかいないから、メルセデス入れたらフェルナンデスとコルデルとダイクストラ、ここの2人から2人しか入れないから、リリーフだからね、はい、正直だから先発じゃないんだよ、うん、外国人はね。で、リリーフはだから先発は1つ空いてるね、はい、1つの枠を誰が取りに行くか、うん、で、リリーフは、まあ、松田でしょ、うん、まあ、沢村でしょ、うん、西村、沢田、小野、うん、で、坂本、うん、中村とか入ってくるのかな、左が2人いた方がいいからね、うん、で、横山、うん、ほぼ大阪だね、リリーフは。そうですね、いますね。で、あとフェルナンデス、コルデロだから、はい、でダイクストラもいますからね。あ、うん、だまあでも外国人はこの3人の中の2人だから日本人と戦わない、うん、そうか、そうか、あ、そう考えたら、え、リリーフ7人だからマッスンでしょ、絶対マスダ、はい、西村、沢田、沢村、坂本、ここは絶対だと、はい、あと2人、あと2人、え、フェルナンデス、コルデロだ、あの外人2人か、うん、だからもう中村とか小野とか横山とか危ない、うん、だから大谷とかもね、来る可能性あるからね。ああ、そうだ、ルーキー、ルーキーね、うん、で木村とか早坂とか、まあ高校生だから、はい、泳いだけど、ノーサバやな、今年も20、コロナ明けだけどまだ29番ですんのかな、これベンチ入り、昨日決まったんじゃないか、そうなん、31、うん、はい、一緒でしょ、はい、31、31だったら登録でベンチ入りは26、うん、だから14、あと1人ぐらいいけるな、ピッチャー、うん、ピッチャーはもうリリーフ1枚ぐらいだね、はい、サバイバルは。よっぽどのことかない。リリーフも1枚ずつ。1枚ずつだね、うんうん。を誰が取っていくかだね。はい、うん、あ、でもそうなると野手もサバイバルいっぱいありますし、投手もね、1枚ずつはあるので。でも1枚ずつしかないからな。そんなトータル成績から見たらそんな大したことないけど、うん、何気に枠が埋まってんな。はい、だこれを高いレベルで争うと強いんだけどね。うん、なんかまだ竹だからね。やっぱ松の勝負してほしいね。そうですね、うん、正直ね、うん、っていうところかな。はい、だから、いや、もう正直野手はもう全サバやろ、うん、もう開幕誰がどこ守ってるか分からないですね。どこ守っててもおかしくない。はい、もう本当もうこうなったらすごいなって思うのが、もうサード上田、セカンド中村、ショート藤岡、え、みたいな。そうですね。そこら辺だからもうシートラックとか見とけば面白いと思うよ、はい、誰がどこ守ってるのか、うん、下手して安田とか中村外野を守ってるじゃんっていう、はい、それありますよね。ねえ、うん、まあそういったところをね、はい、見ながら、キャンプ見ながら、うん、見ていきましょう、はい、さあサバイバルポジション、今日はジャイアンツです、はい、ね、逆襲のジャイアンツ、うん、俺1位予想だった。そうですね、うん、私2位予想、ね、ジャイアンツ新之助監督になって、はい、まあでもほぼほぼ決まってんじゃん。おだってキャッチャー大城やろ、はい、こう確定でしょ、うん、普通に考えて、うん、だってもうライバルおらんやん。いないですね。でファーストが岡本、うん、確定でしょ、はい、でサード坂本確定でしょ、うん、でショート門脇確定でしょ、はい、言ってたもんな、うん、門脇と岡本と坂本だけが決まってるし、はい、何気にセカンド吉川や、吉川選手じゃないですか。戦うの、戦うやついる、誰です、誰と戦うの。逆に中山、増田、若林、でもまあちょっと抜けてますよね、吉川選手もね、うん、まあ、戦うという名のノーサバやろ、併用って聞いたことなんですけどね、うん、星の問題で、そう、それは怪我でしょ、だからなかったらな、うん、ほぼ1年戦えないみたいな話を聞いたことなんですけど、まあ、まあ、怪我しがちですもんね。でもまあ別にな、能力からしたら、うん、ノーサバやな、はい、普通に対抗らんもん、うん、ぶっちゃけどう探したって。で、外野、はい、外野はお堂は確定でしょ、ライトね、さすがにね、うん、丸はサバイバル、丸競争さすの、競争、あ、競争、まあ、僕はそう思わないですけどね、でも確定やろ、元巨人のコーチから出た方が YouTube で言ってましたけどね、うん、なんなんで崖口やと、ああそうで、やったみたいですね、うん、船をまだ確定ではないって言ってます。いや、確定やな、うん、まあまあ、大体、大体そうですね。だって、ここ誰行くねんっていう話や、うん、でもそれこそ固まってないですね、うん、レフトだけちゃう？サバイバル、ぶっちゃけ、うん、お堂はがライト、お堂はライトのセンター丸、うん、もしくは丸レフトっていうのもあるよな、うん、正直、はい、でもそうなったら、浅野くんは修行必要やな、まだ浅野くんはね、修行やな、確定じゃないもんな、全然確定じゃない、キャンプも怪我からスタート、うん、ね、
去年と主にセンターだったで、岡田、萩尾もまあ頑張らなきゃいけないしね、うん、で、オコエ、松原、はい、秋広、うん、だから丸がレフトの場合はでももう丸がセンター、センターおらんもんな、うん、なんかまあ、阿部さんはレフトに丸を持ってきたみたいですね。いや、それも行きたいよな、うん、本当は、お堂はレフト、ライト、丸でもいいけどな、うん、でもセンター、秋広センターできんの、丸をレフトに持っていったらもう秋広使わんって言ってるようなもんやな。いやでもそう考えたらもうレフトだけじゃん、うん、サバイバルポジション、お堂は止まる選手はまあ確定して、だっていやセンターおらへんねんってぶっちゃけ、うん、センターおらんからもう丸がセンター行くしかないねん、うん、こう考えたらね、うん、いや丸は俺も丸がセンターじゃない方がいいと思うけども、はい、おらへんから行くしかないやん、うん、でそしたらレフトだけやな、はい、ちょっと他も決まってるやろ、内野は結構固まってますね、もう、うん、正直チョコマカタイプ多いしなチョコマカタイプだから要は中山とか、ね、うんうん、湯浅とかもそうだし、あとはあの増田陸、増田陸セカンドだから吉川と、あ、対抗ですか、右左であるんちゃう、だってセカンドしかないよ、守るとこ、守るとこないですね、うん、だから多分セカンドの練習してると思う、キャンプ行ったら、うんうん、があるかもわかんないけど、だからここ右左でね、うん、そこどうなんかっていうところあるけども、まあ普通に言ったら吉川じゃんね、はい、レフトだけやな、おー、でレフトも誰守んねやって言った時に梶谷、うん、岡田、萩尾、小江、松原、秋広、結構梶谷選手もね去年出てましたからね、うん、でも梶谷ライトやんな、だからこのお堂がライト行くからな、あ、岡田とかもライトだったじゃんね、はい、だからみんなレフト行かなきゃいけないね、うん、それかセンターだから、もう岡田とかセンターの練習した方がいいよね、いやもうぶっちゃけレフトだけやな、うん、普通に考えても固まってますね結構ね、だから門脇が去年並みに行けるかどうか勝負だね、うん、ここガクガクって崩れたら、うん、もうやばいね、それ崩れたらまた坂本選手がじゃあショート戻るんですか、ね、いや戻ることはないと思うよ、だからもう中山とかが、あ、がじゃあショートサバイバルになるってことか、そう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 、やんなきゃいけなくなるみたいな、ルーキーじゃん、サイズルーチいいですよ、ああ、だからそうなるんちゃう、うーん、いや一番困るパターン、門脇が活躍しないことじゃないよ、はい、坂本が怪我やね、確かに、これ一番怖いね、気づいたら岡本サード守ってるあるから、はい、まあ、そしたら秋広選手とかね、こう入ったりとか、うんうん、そしたらファーストがあの、はい、フリーダムに使えるから、はい、まだいいかもわかんないけど、うん、正直もしくはオドアが内野やもんな、内野に来てる可能性もあるよね、うん、だから坂本が怪我したらまだややこしくなるやろな、うん、そうですね、うん、誰が出るかっていうのが、うん、でもぶっちゃけ普通に考えたらもうレフトだけやな、うん、こう見たらそう薄いな、でも決まってるっていうね、でそう出てるやつが高いからで、バッテ以降がすごいいないですよ、うん、誰もいない、うん、確かに、うん、でかいやつおらんもんな、だからここの岡田とか萩尾が頑張んなきゃいけないんだろうね、うん、ここ外野とかで言うとね、うんうん、なかなかっていうところもあるしね、うん、正直、はい、だからぶっちゃけドラフト4位以内に大商大行った広陵のあ、ポンポンってね、取っといてもよかったよな、うん、ぶっちゃけ次世代のためにな、うん、あんなピッチャーばっかり取んなくて、もう、うん、大型野手おらんもんな、うん、だそのチョコマカタイプばっかりやん、なんかちょっとちょこちょこっとして、はい、アベレージヒッターの足速くて守備がみたいなワンズばっかりで、岡本選手だけですよね、意外と中田翔選手が抜けたことって、うん、ベンチっていう部分だよ、うん、なんか、ね、で若いやつとかもなんかパンチ系でなんか大型選手になるようなやつおらへんやん、うん、そう考えたら真鍋取っててもよかったよな、うん、 そうですね、そんなピッチャーばっかりいっぱい取んなくたってな、うん、でこの年齢構成とか見てたら、はい、ちょっと思うよ、うん、そこら辺さっき思いますけど水野さんどうですか、はい、あったからこの前水野さん、はい、うん、体勢良かったっすねちょっと言ってたご了承してで、はい、でピッチャーピッチャー、はい、ピッチャーは先発、うん、まあ、戸郷ね、はい、で山崎伊織、うん、確定 ね、去年良かったですか、うん、まあ、俺は抑えの方がいいと思うけど多分菅野だね、普通にいけばね、うん、で、グリフィン、メンですね、うん、はい、で、1、2、3、4、5一つかな、サバイバルは、うん、で、ここに、だから横川とか、はい、赤星投手とか、うん、赤星、まあ、山田とか、うん、井上とか、はい、あとはそのね、西田で、そうですね、うん、ドラフト1位の、うん、
とかが勝負なのかなっていうね、うん、はい、ルーキーがねピッチャーが多いので、うん、誰か出てくるかもしれないし、うん、だ一つだね、はい、ポジション的には、うん、でリリーフは、まあ、大勢でしょ、うん、結構補充しましたしね、そうやな、うん、でもあそこら辺はもう全員サバイバルやろ、そうですね、うん、補充組は確定ないから、うん、バルドナード確定やな、うん、抑えてたからね、高梨、中川、うん、田中、どうなんやろうな、投げてたけどな、うん、サバイバルやな、はい、でケラ、ここはもう確定で入って、はい、入りますよね、かな、そしたら何5人、おえ、じゃあ3人ぐらいサバイバルちゃう、おね、泉とか高橋玲とかババ、うん、とか取ってきたのと、はい、ね、田中、直江、菊池、うん、平内、うん、船場様とか、うん、鈴木、そうですね、今村とか、うん、ここら辺はもうサバイバルやな、はい、リリーフはリリーフ結構、まあだってリリーフが弱いんだから確定してるやつ少ないに決まってるやんな、だからまあ補充してるわけですからね普通に考えて、はい、リリーフがあの課題やって言ってる中で、うん、リリーフが人いっぱいいたらほんとおかしいやんな、そうですね、やっぱりだから右のリリーフは全サバやな、はい、だからさすがに中川、バルドナード、高梨は多分入ってくると思うんだよね、うん、はい、普通に左のこの3枚っていうところは、でも右で決まってんのは大勢とケラーだけじゃん、うん、あとはもう全員サバイバルちゃう、うん、キャンプでのアピール次第、うん、ちゃんとでもやっぱこう考えてもリリーフが薄いってなるよな、うん、まあ、決まってないですからね、うん、うん、この確定言えんもんな、はい、だからジャイアンツのリリーフはあのロッテの内野野手ぐらいこれってやつがおらんな、うん、正直高梨ももうちょっと頑張んないとな、うん、ちょっとピンチになってきてるからね、はい、うん、年齢も上がってきましたしね、うん、32歳だからね、うん、まあ、でも32歳だよ、まずバリバリで、うん、でこう考えたらジャイアンツの年齢構成っていうのは本当だ、いや、おらへんねん、いや、そう、今上の方にいたんで結構上かなと思ったけど、うん、ベテランそんなおらへんねん、ベテランがもう菅野投手ほぼだけじゃないですか、うん、これはもういい傾向なのよ、うん、あの使いもせえへんベテラン、はい、置いとく余裕なんてないやん、リリーフ悪いんだから、うん、はい、でもそれをきっちりこの年齢構成はめっちゃいいねん、うん、しかもこれ25歳前後にめっちゃいいねん、いますね、でそこの候補としてはだから松井とかね、うん、直江、田中で、赤星、菊池、うん、平内っていうところと左もあの井上はまだ横川、大江っていうところが、うん、おお頑張ったなみたいな、うん、だからジャイアンツのドラこの年齢構成はめっちゃいいよ、はい、無駄なベテランいないし、いない、伸びてほしい若手が結構いっぱいいて、うん、ここが成長すればいい感じになってくるじゃん、うん、ですね、成長が、うん、伸びしろがすごい見える、でプラスアルファルーキーたちが、はい、まだこの年代ね、うん、23、4、5というところに、はい、まあ、社会人大卒だからいっぱいハマってくるやん、うん、と年齢構成はめっちゃいいね、いいですね、うん、そのこっからこうっていくかどうかだね、はい、だから芽が出るかどうかだね、うん、野手はねやっぱ中堅どころがパッとしないんだよね、うん、逆に言うと野手は25歳前後がこれっていうやつがいない、うん、だからここら辺で踏ん張っていかないと大城、岡本とかが30オーバーになってきた時に、はい、ずっと頼らなきゃいけないになってくるから、うん、この野手の野手が逆にね上の人たちが多いんだよ、だからそこら辺ピッチャーの年齢構成はいいけどね、はい、だどこ出てくるかっていうところと、うん、まあ、リリーフはサバイバル、ほぼサバイバルだね、うん、だ誰が勝ち得るかだね、はい、ルーキーも含めてチャンス一歩あるからね、うん、そうですね、うん、だからここら辺がガチ溜まってきて来年のサバイバルでいやリリーフないっすねって言ったら優勝してるかもな、うんね、ありますね、うんうん、っていうところが、はい、ジャイアンツ、だからジャイアンツのキャンプはねセカンド誰が守ってるかいいのか、まあ、いや俺は吉川やと思うけど、うん、でも俺が思うほど吉川が評価されてないね、まだ怪我がちっていうところもあるからこうちょっと不安なんじゃないですか、いや、うん、何が嫌なんやろなって思うぐらいなんか評価されてない、ね、身体能力高いですね、あとはサードのサード岡本と一緒にノック、あ坂本の次にノック受けてるやつ見た方がいいよ、万が一坂本が怪我したら誰サード守るんだろうって、そうですね、うん、何気に、はい、あと岡本はもう本当にファーストだけしかしてないのか見た方がいいよ、うん、サードのノックもチラッと受けてたら、はい、あ坂本ちょっと不安になるかなみたいなね、そうポジション見るの面白いですね、うん、やっぱりあと丸のシートノック、うん、丸のシートノック、はい、丸によって外野の構成がちょっと変わるから、あどこをやってるかなみたいなっていうのを、はい、あとはもうリリーフ陣があのキャンプをね紅白戦オープン戦から誰が勝ち抜いていくからね、うん、さあサバイバルポジション、はい、今日は日本ハムファイターズです、うんね、日本ハム、さて今年4位予想ですから、おね、はい、着実に補強していってるからね、うん、
まあ新庄さんも3年目で、はい、それも今年大会だったら、うん、貯金って直近に行っちゃう、行っちゃうからね。まあまあ、ね、うん、ほぼサバか、ほぼサバ。いやでも決まっ、この人は出るって選手何人かいるんじゃないですか、うん、まあちょっと考えていこう。はい、キャッチャー、うん、サバイバルやな。はい、キャッチャーは、うん、伏見なのかマルチネスなのかね。で新人も入ったしね、新藤、ああ新藤君、うん、そうだ。キャッチャーはまあさ、もうあとはもう固定じゃない、なさそうやもんな、うん、併用って可能性もありますもんね。だから高いレベルで併用しないと、うん、低いレベルで併用って誰でもいいじゃんなるからね、うん、はい、そういったところはもう頑張んなきゃいけないよね、うん、でも キャッチャーはサバイバルだね、はい、もう2人ってことですか。もういや伏見マルティネス、まあ、古川がコンバートしないんだったら古川、うん、で清水、はい、ね、で郡、梅林、田宮いるから、まあ、全員ドイツもドイツもだからね、うん、だから高いレベルでそうですね、うん、しないといけないけど、うん、そこができるかどうかだね、うん、でもまあちょっとピリッとせえへんからな、はい、まあ、でもサバイバルだね、はい、だってなんかあのこの前ジョブチューンかジャンクかどっちか忘れたけど、はい、マーチネスサイン知らへん説あるからな、ずっとまっすぐのサインしか出さへんくて、あと宮西がなんか見たことないサイン出て、うん、それ何の球種っていうビビったとかって言ってたから、いや、見てそれどうなん、そもそも適正どうなんやっていうそもそもサイン分かれへんってどうなんやみたいな、そもそも適正もね、うん、はい、やキャッチャーサバイバルだね、うん、じゃファースト、はい、ファーストだからここをさ、うん、清宮はもうサードなのかな、どうなんやろっていう、うん、でもまあサードかファースト、清宮か野村かどっちかじゃない、はい、うんうん、普通に考えたら、うん、もうそこはでもどっちかで確定なんじゃないんですか、そこ、まあ、多分確定やろ、確定っていうかまあそれ確定にしたいんだろうな、うんうん、正直ね、はい、村上超えって言ってたからね、うん、清宮、おーね、うん、そのためには最低30本出ないといけないからね、うん、去年10本、村上選手だって調子悪いって言われて35本くらい打ってますからね、そうそうそう調子悪くて、ね、えぐいな調子悪くてね、はい、そう調子良かったら60本いっちゃうから、そうですね、うん、ね、はい、だからまあそこはどっちがどっちするか分かんないけど、うん、俺はもう清宮絶対ファーストの方がいいと思うけどな、うん、ドタバタサード、でも野村のサードもそんなに上手くないしな、だからまあどっちがやるな、うん、でセカンド、はい、サバイバルやな、ここはそうですね、うんうん、でも二遊間サバイバルじゃ、うん、なあ、うん、別に上川畑も去年つかめんかったし、はい、セカンドもね、うん、加藤豪介もそんな結果としては大したことなかったし、はい、うん、石井もいるけども、水野くんとかすごいね、うん、期待してます、奈良間くんでも結構いい感じ出てきましたね、そうだね、でもまあサバイバルやな、うん、二遊間はね、うん、この人っていう人はいないですね、で外野が万波と松本は確定やろな、うん、普通に考えてね、うん、ここは首位打者とホームラン王ですからね、うん、でセンターがスティーブンソンらしい、うん、外国人ね、はい、え、でもそしたらマルティネス試合出えへんのかな、マルティネスファーストやろ、だって、まあ、確かにレイエスが DH でしょ、確定、はい、確定じゃん、うん、レイエスがね、うん、でセンタースティーブンソン、はい、マルティネスキャッチャーで使わへんかったら出せへんっていう選択肢ないやろ、ファースト、うん、ファーストやろ、まあ、そうですね、うん、ね、うん、でそしたらもう野村は試合出られへんで、マルティネスがキャッチャーやるときだけ出れる可能性がある、うん、あ、そういう使い方になっちゃう可能性はありますね、もうジョージじゃなくなるね、うん、正直でもし進藤とかがめっちゃ良くてキャッチャーだったらもうマルティネスもあそこ手になるからな、はい、そしたら野村試合出られへんで、うん、レフトって言ってもレフト松本いるしな、うん、松本を出さないで野村使う選択しないしね、そんなんだったら野村なんてもう絶対サードやった方がいいよ、うん、サードやらんと試合出られへんやんな、はい、サードだったら清宮さえ勝てば試合出れるから、うん、まあ、そこが競争になってきますね、そうなるとね、清宮選手と、じゃあマルティネスファーストや、うん、まあ、キャッチャー守るときにあくからそこに誰か出るやけど、だから、はい、だからマルティネスが確定だね、うん、どこかで誰か分かんないけど確定だよね、はい、普通にやればね、うん、だって去年だって自己死んだもんね、はい、成績でいうと、うん、まあ、サード二遊間サバイバルだね、はい、で外野はもうほぼ確定だね、今川とかもうきついな、うーん、なんかあったら磯畑だしね、そうですね、うん、足あるし、うん、でも江越とかがもう守備固めとかだな、うん、去年ちょっとチャンス掴めなかったね、だって要は掴めないからこのスティーブンソンを取ってこられてるわけじゃん、はい、正直こいつらが良かったら取ってこようと思わないわけだよね、うん、だから外野きついよね、私万波選手も去年掴みましたよね、そうそう掴んだ掴んだ、うん、ね、外野のおさばやな、だからサード二遊間でね、はい、でマルティネスの守備次第、うん、ピッチャーは、はい、まあ、噂が抜けて、うん、先発6人、うん、加藤、
確定、はい、あ伊藤ひろみで山崎幸也、あ山崎幸也、金村も元気だったらな、まあでもまあサバイバルだね、確定されてないからね、はい、ピッチャーが、はい、ザバラ、マーフィー、バーヘーゲン、ロドリゲスいんだよ、うん、で野手で3人、はい、スティーブンソン、マルティネス、レイエス使うってなると、あと2人しか使えないから、はい、でしかも、同時に使えるのは登録できるのは5人だけど、うん、ベンチできるの4人だから3人確定したら1人しか使えないのよ、うん、2人の1人だからマーフィー、バーヘーゲンを2人入れたらこれは運用簡単なんだよね、うん、どっちも先発候補だからね、はい、でもザバラを仮に入れたとしたらバーヘーゲンが投げてるときはザバラ使えないし、うん、マーフィーが投げてるときはザバラ使えないし、逆もしくはザバラ使いたかったらマルティネスをベンチ外あっていうことをしなきゃいけない、うん、だからロドリゲスとザバラを2人ともリリーフに入れれない、うん、ザバラとロドリゲス、マーフィーとバーヘーゲンの戦いちゃう、誰かがそうですね、この4人の中で2人だからね、うん、一番いいのはマーフィー、バーヘーゲンが一番いいけど、だから先発ローテーションでも今3人だけやからな、日本人で確定はそうですね、うん、まあ、正直俺は根本とかも面白いと思うけど、うん、まあ、1年間ローテン回れるような感じはしないから、まあ多分スポットだと思うんだよね、鈴木健也投手は、いやでもそもそも去年ローテーション落ちてるからそれ入れる確定なわけないじゃん、そうか、去年一番いい感じでしたけどね、最初だけね、うん、で北山、うん、もうサバイバルだな、3人だけ、ね、3人だけだな、3人だけ確定してて、だから3人サバイバルだね、でも外国人がどっかには入りますもんね、いやでもバーヘーゲンも6番手候補とか言ってたからそもそも入れるのかどうか問題あるからね、普通にやってたら両方とも入れない可能性も、マーフィーも入れない可能性は、マーフィーもリリーフもできるけど先発やらしたいだから、ひょっとしたらリリーフになるかもしれないし、うん、だからそんなピッチャーが絶対確定かって言われたらね、うん、分かんない、あとは外国人登録問題あるから、できるのか、どういう登録の仕方をするかによって変わるから、うん、もうそろそろ立つとかも出てきてほしいし、はい、でか、まあ、金村でしょ、うん、で北山、まあ、鈴木、上原入ってくるかもな、あ上原確定やな、うん、矢沢君どうなるんですかね、ん矢沢選手、それはもう修行だよ、修行だ、この4人プラス外国人をどうするかだな、うん、であとは金村とあの北山のどっちが入ってくるかじゃん、うん、正直、まあ、この4人伊藤、上原、山崎幸也、加藤プラス外国人で北山、金村がどこまで入ってくるかじゃん最初はね、はい、そしたらまあ先発じゃあ2、3だね、3、6ぐらい、うんうん、あと外国人次第だね、うん、はい、でリリーフで絶対決まってんのは、うん、いや先発2人とかないよな、ザバラ入れるよな普通に考えて、うんうん、でもザバラが入ったらロドリゲス入らへんけどな、うん、ロドリゲス先発ですよ、ロドリゲス先発、じゃあこのもう3人の中の誰かだからもう外国人登録次第だね、うん、正直でもザバラはリリーフで絶対使うだろうから、うん、だからこのマーフィー、バーヘーゲン、ロドリゲスの3人の中の1人だな先発で、その一人が投げるときはマルティネス落とすかしかないよな、しかないです、でそう考えたらなかなか外国人登録も厳しいな、うん、なんか使い方難しいですね、うん、リリーフはザバラ、うん、宮西、川野流星、うん、で、田中正義、はい、で池田、玉井、1、2、3、4、5、6、堀投手とかって去年あれだったか、去年ダメだったからね、福田君じゃない、それ以外だったら、うん、福田君、それから見れて山本君、そうだね、山本、福田、うん、あと石川とか、うん、杉浦、結構サバイバーですか、まあまあそうだね、うん、でも絶対確定なのは川野、宮西、玉井、田中正義、池田、ザバラはもう絶対確定やと思うんだよね、6人ぐらいいるのか、正直1、2、3、4、5、6、うん、だからまあ2人かな、はい、だからリリーフも2位、先発も2位ぐらいがサバイバルちゃう、1、2、3、4、ね、外国人は1人絶対入るだろうから、うん、そうだね、そんな感じだね、はい、でもこう考えるとやっぱ左ピッチャーいいピッチャーいっぱいいるな、うん、ね、根本、松浦、矢沢、北浦、ね、長谷川、川野、堀、宇田、うん、上原、山崎、幸也、加藤、宮西、うん、左王国伸びてくればね、はい、いい感じだね、でもやっぱり、まあ、先発山崎キャッチャーはどんどん頑張るかやな、あと上原やな、うん、上原が10勝ぐらいしたら面白いけどな、うん、正直
あとはもう外国人やな、どう登録するかだね。まあでもワンチャンありそうやな、このレイエス・スティーブンソンの活躍次第では。面白そうやな、感じ見てたらね、うんうん、その野手も、まあ、まあ新外国人選手に頼らざるを得ないっていうところはあるけども、うん、面白そう。あとはここの若手の付き合いができたらな、うん、チーム力上がりそうやしね、うん、ちょっとひょっとしたら台風の目になる可能性もあるちゃうかなっていうところはありますけども、はい、まあ、これあとはもう外国人次第やな、うん、結構ピッチャーも、ね、ピッチャーも野手も、あとはどういうふうなその登録するかがちょっと問題になってくると思うね、うん、はいはい、じゃあキャンプの見どころは、キャンプの見どころは本物なのか外国人見よう本物なのか、うん、あとはあのバーヘーゲンとロドリゲスがクイックがちゃんとできるようになってるのかっていうところを見なきゃいけないけども、うん、外国人見よう、はい、ここやな、うん、あとはキャッチャーの進藤君見よう、あ、進藤君 ね、うんうん、使えるかどうか、じゃあいきなり出てくるかもしれない、うん、あとあれ、野村、あ、どこ守ってるか、どこ守ってるか、はい、あとセカンドもアナサーとかのセカンドセカンドそれはセカンド、あと清宮ね、清宮と、うん、がどこ守ってるか見よう、はい、うん、そこがポイントやな。サバイバルポジション、今日は阪神タイガーズへということで、はい、ね、日本一に達成してから、うん、そんなチームがサバイバルポジションあるのかっていうね、あるんですかね、それはあるっしょ、あるか、それはなんかもうがっちり固まってたイメージがあるんですよ、ある、うん、だってキャッチャーはサバイバルでしょ、まず、あ、確かにキャッチャーはもう坂本なん、一択なん、もう宇部ちゃんパワーこうへんの、どうなの、いやなんかもう終盤のイメージでやっぱり坂本選手いいみたいな、なんかでも半々じゃないですか、でも嘘ですよね、やっぱ半々かって考えてるって聞きましたけど、だからもうサバイバルやな、サバイバルですね、だってそれで半々でさ、うん、どっちかでパワーバランス崩れたらさ、はい、結局7-3とか8-2とかなっていくからね、そうですね、うん、もうサバイバルですね、サブもほら開幕どっちになるのかね、はい、うん、分かんないよ、確かにレベルの高いサバイバルです、うん、そうなん、2つはね、それはだって全部 S 評価じゃないですか、うめちゃん打たへんからな、結局だから、はい、打つやつ出るから、そうですね、うんうん、そうなってきたら今現状坂本の方が有利やんな、だから今年で坂本王国を作れるかどうかが勝負やな、梅野選手は取り戻せるかみたいな、うん、だから梅野が今年33歳、うん、坂本が31歳だから、うん、ってなった時に今年で坂本王国作ったらもう梅野はもうサポート役に年齢考えてもそうなっていくし、もし今年坂本が梅野に負けるようなことがあったら坂本がサポート役になる、で大体2歳しか違わないから同じ年代だから、うわ、ここちょっとどうなるか見どころですね、今年で運命決まるな、はい、運命が決まらないような高いレベルで勝負できたら阪神はいいけども、はい、逆に運命が決まらないような低いレベルの、うん、結局守備要員だけみたいな感じになると、はい、どっちが出ても良くなるから、うん、試合に勝ってる方が出る支持を集めるね、そうですね、打てへんから、うん、結局は勝ってるからみたいな言うやん、うん、そう、だからそうなるからね、どのレベルで戦うかだね、はい、でもサバイバルやな、うん、ほらいきなりサバイバル、お、キャッチャー確定されてないんだよ、はい、僕2024年の予言、阪神を言ってますからね、何言ってる、動画でも出しましたけど、まだ見てない方は 見てもらっていいですけど、うん、シーズン終わった時に結局梅野やったって言われるっていう、僕予言出してるんで、そうなの、忘れてたな、人忘れてました、はい、あと紹介するのはいいけど動画の URL ぐらい概要欄載せろって言ってめっちゃコメント来てたで、あ、これ見てくださいっていつも言うときに言うやつ、なんで上げてへんの概要欄に、載せてます、載せます、え、載せてんの、はい、全部載せます URL、はい、じゃあなんでそんなこと書かれてる、見てないんじゃないですか、ね、あんまり見てるのかなって思います、本当に全部載せてます、載せてることはないんですよね、ちゃんと、あ、そう、見やすいように、しかも上、右上にもカード出してるんで、絶対にカード以外を見てるんです、だから多分その方が運転中でこうやってしてみて聞いてるだけなんです、聞いてる、あ、終わった時にどこやったっけって言って、まあどこか、うん、じゃあこっちは正しい仕事してんだ、今その子が抜けたりとかもあんまり、じゃあそのコメント欄のやつが間違ってる、はい、貼ってるからな概要欄確認してくださいね、はい、じゃあ阪神、うん、ね、だからファーストキャッチャーサバイバルだね、はい、でファーストはもう大山、うん、セカンド中野、うん、でサードサトデル、サトデル、はい、ノーサバイバー、うん、じゃないですか、もう大丈夫ですよ、もう大丈夫な、もうアメリカに向けたし、
途中おらんくなるやん。大丈夫今年は。でも去年もポコっていなくなったんですけど、でもやっぱ開幕スタメンってなったらサトテリやっぱ入るんじゃないですか。うん、最初我慢してくれるからな小田さんも、うんうん、でも言ってたよ小田さんなんかもう大体全員のレベル分かったから、はい、おバシッと、まあでもサードサトテリやな、うんうん、ショートも木並で、まあ、去年の活躍だったらそうじゃないですか。小畑の逆襲ない大丈夫。いやそれはあっちゃあると思うんですよ。ワンチャンあるワンチャンあると思うんですよ。小畑の逆襲、はい、伊藤らの逆襲は伊藤らも今神様神様に、ね、神様に盛り上げて、うんうね、代打の神様に神様 神様にまだ神様って言われてないけど、はい、そこにじゃあもう行ってんだ、はい、そのポジションも大事ですもんね。大事ですよ、うん、キャラもね。小畑の逆襲ないあると思うんですよ。あるサバイバル木南やろノーサバイバル。去年のスタートオーバーですから。うん、そうやな。小畑からフォアボールのガッツポーズを見て、よしフォアボール増やしていこうが浸透してきたなって、お母さん言ってたもんな、2戦目ね。そうな、うん、9割、木並選手。いや、それ木並やろ、普通に考えて。いや、もう去年の活躍見たら木並選手ですよ。何言ってんの。いや、何があるか分かんないですからね。で、レフトはサバイバルやな。はい。さすがに、うん。センター、近本、うん。ライトもサバイバルやろ。森下確定じゃないやろ。そうですね。ぶっちゃけ。小野寺の逆襲あれやろやっぱり頑張ったやん、うん、森下ね。森下は確定じゃないやろ。まだな、まだない、ね、まだない、まだ確定、うん、まあ、新人としては頑張ったけど、うん、あと最後ね、はい、ポストシーズン頑張ったけど、うん、もうまあ確定じゃないね、うん、ぶっちゃけノイジー選手はいや全然確定じゃないそんなもん。いやでも外国人残留してる、あの契約するかどうか問題になってるんだからそうそうそうだってあの継続した理由が他のチームに泊まれたら尺だから、はい、あとどこかあったからそんなの決まってないで、そんなあのままじゃいらないで。ミエセスノイジーはもうミエセスやっぱ盛り上げ要因としてもね、うん、大事ですかね。あ、ダメだね。うん、そうそうそうダメだね。そんな、いやもうそろそろあの結果出してほしいよ。そうです。勝ってるから笑えるけど、はい、勝ってなかったら笑わないんで、ほんま。確かにこんな外国人いて、使わないって言ってるチーム今半身ぐらいですよ。そうですよ。こんな買ってるから笑えるだけで、はい、そんなも広く車になったら途中から外国人取ってきてんねんわけのわからん。そうですね。だからサバイバルはレフトライトキャッチャーやな、うん、だから小野寺とか、うん、ね、それこそノイジーとかミエセスとかそこに名前が上がってこないだけ、うん、上がってこないことが寂しいよな。そうですね。あと前川右京か、はい、ね、試合前だと野口っていう選手がいるんですよ。あ、野口ね、めっちゃいいらしいです。右ね、へぇー、京介、これ、中田くんじゃなくて井上くんちょっと苦しくなっちゃう、ね、言われてるんですよ、うん、思い切って、小畑、外野行く？あの週、上手いけどなだから、どっちもできたらよくない？ですよね。もう試合出れた方がいいや、はい、ぶっちゃけ、うん、ショートでやって、甘んじて出れへんのやったらショートもできるけど、外野もやって。あ、でも岡田さん、マルチポジション好きじゃないもんな。あ、そうですね、コンバートしないですよね。あ、マルチポジション好きじゃないんや、うん、補欠に甘んじるしかないな、うん、レフトライトキャッチャー、まあ、キャッチャーはねどっちかだけど、うん、レフトライトはどっちかだね。はい、うん、うん、森下選手一歩リードしてる気はしますけどね。印象の問題ですか。そうそうそう、印象的には、うん、やっぱ優勝には欠かせなかった最後良かったけどな、うん、っていう。だからマラソンで言うと、うん、よーいどんで、はい、みんな競技場の中からスタートだけど、うん、競技場の外からスタートできてるだけで、はい、抜かれるかも分かってから、ね、そうですね、いますからね、それなりに。そうやな、だからそこがだけでね、うん、レフト、まあ、島田とかね、はい、でまあそこやな、はい、サバイバルはね、うんうん、で、ピッチャー、はい、ピッチャーは先発、まあ、村上ね、はい、確定ね、はい、大竹も確定や、うん、な、巨人10やもんな、うん、佐伯ね、うん、確定でしょ。青柳確定でいいか、青柳。え、親投手確定じゃないんですか。確定ですよ。確定だけど、まあ、はい、頑張れよってことだ。あ、そうですね、後輩だから、うん、西勇輝、はい、1,2,3,4,5 西純也投手も入ってきてほしいけどな。だからあと一つに西純也、うん、門別、うん、ビーズリー、はい、伊藤正史。あ、伊藤正史確定じゃん、はい、じゃあもう決まったわ。埋まりましたね。埋まったな、はい、伊藤正史忘れてた、はい、うん、じゃあもうノーサバイバルです。はい、そうですね、はい、あと順番の問題です。はい、どう使うかを、うん、はい、じゃあ、はい、先発、高いレベルでノーサバイバル高いレベル、まあ、高いよね。だからその次に来るのがだから西純也、門別とか、うん、
あとはまあ下村、はい、ドラフト1、あそうですね、うん、とかビーズリー、うん、っていう感じか、うん、の、いやいいですね、で、あのガラスのエースの高橋宏斗ね、はい、ハルト、あ高橋ハルト、スーパーガラスのエース、うん、すごいよ、はい、もうみんな能力がすごい、ダイヤモンドの輝きだけど、はい、強度がガラスもろいんですねめっちゃ色んなもったいないよな、はい、っていうところだから、はい、で、リリーフ、うん、岩崎、うん、岩貞、桐敷、うん、島本、梶谷、うん、湯浅、うん、石井、あと一人、及川とか浜地とか、うん、ちょっとあのね、シーバ君とか、うん、あシーバー同士もね、うん、もう浜地がサバイバル要因、ね、一年休んだだけで、うん、でもあれやな、ピッチャーほぼ確定してんな、うん、一人やな一人一人どうなるかなっていう、一人入れるかな、はい、まあ、浜地ですんなりなのかなみたいなところあるけども、はい、まあ、ルーキーもいるから一、うん、人やな、もうピッチャーはねほぼ確です、はい、どんなに頑張っても無理、うんそうですね、うん、どんなに頑張っても無理です、うん、こう見たら馬場もね、うん、いても確かに、で、あの、うん、ウルチャーラ来たけど、はい、いや難しいねっていう、うん、あゲラいるから、あ、そうだ、はい、うん、リリーフ、あ、もう終わりました、ノーサバイバルノーサバイバル、 あの、うん、ピッチャーはゼロに、はい、ゲラいたわ、そうや、ここに控えてた、そうですね、だって先発ローテーションは順番いこうか、はい、村上やろ、うん、で、大竹ね、うん、まあ、ここが3人目が佐伯か伊藤正史だけど、うん、まあ、伊藤正史を次の方に持っていった方が左が2枚入るから、はい、だから再起でもいいよね、日曜日ね、うん、次があの火曜日から伊藤正志、青柳、西勇輝でいいんちゃう、うん、多いですね、うん、うん、で、決まりでしょ、はい、ローテーションで、あと方程式が、岩崎が抑えでしょ、はい、で、まあ、多分ゲラー入ってくるよね、うん、で、島本、桐敷、うん、また石井で、はい、あのスクランブルリリーフやって、うん、で、湯浅がまたどしっといて、はい、で、早めになったら岩佐だとか、うん、ね、だからもうノーサバイバル、暑いですね、暑いね、うん、だからもう下村君とかも入っていくとこないな、ないですね、なんかあった時の、うん、それこそ先発の、うん、はい、なんか連戦あって、うん、ちょっと7枚目いるなってなった時に、うん、それこそ西純也とか門別とか、はい、で今だったら門別の方が上順番高いしな、使いたいだろうしな、はい、お母さんも、そう考えたらよ、うん、下手したら青柳と西も危ないな、確かに、正直そうですね、ちょろちょろしてたら、うん、そこに西純也とか門別とかな、うん、それこそ下村君とかよかったら、うん、入ってくるかもしれないし、一回投げてみてね、うわーナイスピッチングってなったら、うん、ね、続けてないじゃん、今だけ関係のもんだしですよ、あ、今だけね、はいはいはい、うん、だから阪神のやっぱ年齢構成もいいよな、うん、こう30前後のやつってほぼ一軍いんねん、はい、青柳、梶谷、西、島本、岩佐田、岩崎って、うん、で、ここも頑張って、ここの入れ替えとともに今度下の茨城区と森木とか西純也、門別とか、うん、及川、富田とかが上がってくるよ、うん、だから年齢構成いいよね、うん、で、この25歳前後のね、佐伯、湯浅、浜地、村上、石とか桐敷とかね、うん、伊藤正史とか、うん、もう主力やしな、このカテゴリー分けしっかりしてるよな、うん、いいドラフトだね、うん、さすがスカウト評価がクソだったけど上がってきていいなってきてるところだね、はい、うん、でね、ダイヤのガラスのエース高橋もいるから、はい、うん、あとルーキーほんと2人もね、うん、1位、2位も出てきてほしいし、だちょっとレベルの高い、やっぱりさすが防御率いいだけあるな、うん、こうやって見てるとなんか全員が戦力な感じがしてくるという、もうブルペン見てても楽しくないな競争ないからこんなもん、はい、誰かが怪我した時に誰がこう出てくるかっていうところね、だってほぼほぼもう用意って言って、あの最後のあとトラック一周したらゴールですみたいなところいるからね、はい、全員ね、うん、うん、まあ、よっぽどのだから次の誰かが調子悪かったり怪我した時に備えるだけだね、うん、はい、っていう感じかな、だからまあキャンプはやっぱりレフトライトやな、あ誰が、うん、あと小畑が本当にショートしかやってないのか見よう、はい、マルチポジション嫌いだから、小畑選手ガイアってなってるかもしれない、いやその方が試合出れるからな、う
その出る試合出るっていうことを考えたら、はい、でそのチームとしたら、うん、その木浪がね何人あるか分かんないからっていうのはあるかもしれないけども、うん、本人としてはでもじゃあもう何かあったら糸原でよくない、うん、何かあったら、うん、まあね、まあ、小畑ろうけど、うん、ねどうなんだろうね、まあ、ショートやろな、うん、多分 1% の確率で外野の練習してるかもしれないけど、はい、まあ、99% ショートだから、まあ、俺がざれ言ってるだけだから、はい、で小畑がレフトとかだってバチッとハマったら面白いんちゃうかって俺が勝手に思ってるだけで、うん、うん、はい、まあだからレフトライト誰が、うん、あとはキャッチャーだな、うん、どんだけ声出して頑張ってるかっていうやる気からね、うん、高本上 の気持ちがどこまで出るか見よう、はい、ただサバイバルポジション楽天編でございます、はい、ねえ、うん、まあでも楽天もね、うん、ポンセとターリーっていう、はい、ロッテ方式になってきたね、うん、あの他球団からっていう、うん、でも戦力外になったから取ってきたわけじゃないもんね。そうなんですね。別にターリーも広島残るかなって思ったし、うん、ポンセも日本ハム残るかな。ロッテ方式は戦力外になった選手を取ってくるんだけど、はい、なんか楽天は競合してね、はい、何があったんだろうね、うん、そこになんかお金使われへんとかね、はい、本社のっていうのがあるからお金使われへんって言ってる割に、うん、そこね、はい、でも大きいよね、そこ取れたら、ね、いや大きいです、かなり先発もおらへんしな、はい、でアメリカから連れてくるやつはろくな活躍せへんしななかなか当たらないんだね。だってバニエロス見た見た、去年1年間、はい、バニエロスっていう個人名、はい、単語で多分ほぼ使ってないよ俺。そうですね、うん、こういう最初のシーズン前の分析でしか多分言ってないと思います、うん、ギッテンスもシーズン終わってからの方が名前言ったよ。そうですね、うん、何やってるんだって意味で、ね、ギッテンスみたいな、はい、アキーノとギッテンス、はい、ね、フランコ、はい、いやちょっとそうですね、なかなか ね、うん、ね、やっぱあれちゃう、はい、ウィーラーの呪いちゃう。ウィーラーの呪いですか、うん、やっぱあの、はい、活躍するやつ出しちゃうから、うん、そうですね、うん、で、まあ、でもサバイバルポジションで言うと、はい、うん、まあ、キャッチャーはサバイバルだよね。そうですね、普通に考えて、まあ、炭谷がいなくなったけども、まあ、太田、うん、安田、はい、まあ、その2人が筆頭ですかね。ちょっと高いレベルで競争してほしいよね、うん、正直、はい、どうだ堀内。堀内君ね、全然出てこないんですよ ね、 ねえ、うん、石原もなんかルーキーの時だけだったね、なんかあのこう存在感、うん、まあ、はい、キャラクターだけね、うん、ぽっちゃりしてすごい可愛いんですよね、うん、お菓子大好きでね、なかなかね、うん、厳しいよねキャッチャーね、はい、正直、うん、出てきてほしいな堀内君、うん、ファースト、はい、え、確定してんの、浅村もセカンドでいい、かも DH、 うん、セカンド小深田選手が結構守ってたんですよね。でも去年サード小深田が多かったじゃん。もう多かったです。でショートは村林でしょ。うん、そうですね、うん、で内野が結構安定してないんですよね。浅村どこ守るか問題だよね。浅村サードに本番でも浅村がサードやるぐらいだったら浅村ファーストの方が絶対いいよな。浅村ファーストセカンド小深田サード茂木の方がよくない。茂木選手が果たしてでも去年全く出てないじゃないですか。でそれは なんで使われなかったんだって、まあの本人の責任で出れなかったのか、はい、何かのあれで出れなかったのかによるからねロッテ田村説あるからねロッテの田村のよ、ね、あその監督が変わった瞬間に、はい、めっちゃ使われるみたいな。あ、そうですね、うん、だから なぜ使われなかったのか、はい、本人の問題なのか、うん、外的要素が含まれてるのかが分かんないからね。そうですね、正直、うん、だから絶対俺は茂木は出た方が良かったと思うけど、うん、結局浅村がサードそうですね、で監督がいてくれた方がいいから、はい、いやもう一回チャレンジしてくれって言うわけよ、うん、嘘ばっかり、はい、だってそれで浅村サード行ったらショートの村林は確定でしょ、はい、で浅村のサードも確定じゃん、うん、で小深田セカンド確定やん、うん、そんなのですね、うん、行ったって、うん、で次誰使うっつったら、はい、黒川使っつった方がいいや、はい、未来に向けてはよ、うん、そうですね、正直ね、うん、いやそうですね、うん、でファーストがじゃあフランコとか鈴木大地、うん、ですね、阿部そうだ、阿部選手もいるもんな、うん、じゃあ伊藤由紀や、うん、もうね、いい活躍してますからね、浅村だったらね、うん、え、で、外野は、はい、し辰巳、ま、島内どう、大丈夫あの、普通にいけるはずなんですよ大丈夫島内は、ね、ちょっと去年やっぱあれですかね、年俸問題とかがあってちょっとこう、あれだったのか、ね、そんな関係ないやろまあ、絶対確定なのはセンター辰巳だね。そうですね、うんうん、これはね、そこは確定だと思います。うん、でそれ以外は結構小郷
いやでもやっぱ去年もいい活躍でしたけど、でも出たり出なかったりだったと思うんですよ、うん、じゃあもう外野はじゃあレフトライトは競争だね。はい、岡島選手もいるし、うん、そうだね、島内選手、大郷選手、あと渡辺義明選手、うん、元、はい、元選手あんまでね、去年は出てこなかったですけど、ね、うん、で田中和樹選手もいるしね、今年選手会長になりました、うん、山崎剛志どうする？去年でもショートそれだったらもう僕外野行った方がよくない？うん、でも外野も溢れてますよ。いやでも決まってないじゃん。確かに、まあ、内野なんて決まってるから。そうですね、うん、ファーストだけサバイバル。え、でも安倍選手、あ、そっか、確定じゃないじゃん。フランコも安倍も鈴木大地も確定じゃないじゃん。でも去年小深田選手外野も結構やってるんですよ。うん、行くレフト小深田でも島内とか、島内選手はでも出るとしたらレフトなんですよ ねなんかあれやな、やっぱ不安要素満載やないや、人はいるんですよ。これ喋って、ね、人はめちゃくちゃいるんです。全チーム人がいますそうですね、うん、うん、で固まポジション固まってないんですよね。じゃあもう平も行くとこないな、浅村がサード行ったら。そうです ね去年、うん、フレッシュオールスターでよかったけど、うん、そうなんですよね。俺的にはよ、はい、もうファースト浅村、うん、でそれが私もいいと思うな。いいやろ、はい、でもうそこ確定させて、で、うん、あの小深田が俺はセカンドでもいいから、はい、サードにフランコ、うん、鈴木大地、うん、茂木、伊藤とかで勝負させて、うん、でショート村林、はい、で外野が、まあ、辰巳センターいて、うん、まあ、普通にやったら島内いけるんちゃうかと思うけど、うんうん、どうなるかまだちょっと分かんないから、はい、その島内とか王鵬とか渡辺とか、うん、ね、岡島とか田中和樹とかで勝負して、うん、はい、去年の活躍で DH もおらんで、うん、ちょっと層薄いな。いや多分 DH を浅村選手でいい気もするんですよね。そしたらサードとかやらさんでいいやん。はい、で何かあったらファーストでよくない？うん、いや私もそう思います。ファーストか DH でいい気がするんですよね。はい、サードいらんじゃなくていい無理にな、うん、ファーストどうしてもこれいつはさファーストで外せんから、うん、ファーストでよくない？うん、私もファーストでいいと思う。ファースト固定か DH な、うん、なんかちょっと薄いな。はい、ね、ちょっとだから浅村次第やな。浅村は俺ファーストの方がいい。絶対なんか他の選手のバランスが良くなると思うけどね、うん、正直ちょっと不安や そのなんか不透明すぎるな。不透明なんですね、うん、一人一人は結構いい選手ってタイトル取ってたりもするのでいいんですけど、全体的にちょっと怪しいな。じゃキャンプシートロック見よう、はい、誰がどこ守ってんのか誰がどこ守ってんのか見よう。ちょっと多分出る選手は何人か決まってるけどポジション決まってないんですね。ちょっと怪しいな、うん、カチッと決まんなさすぎて、はい、ね、うん、でピッチャー、はい、ピッチャー先発、まあ、マー君でしょ、はい、で岸でしょ、はい、早川でしょ、はい、庄司投手、うん、庄司ね、うん、4人、まあ、こっからだからサバイバルじゃないですか。うち、ん、とかうちね、うちだから藤平投手、藤井勝投手、うん、滝中、うん、と湯気から島じゃない、うん、そうですね、それとこ小茶じゃない、小茶投手ね、うん、うん、やっぱちょっと怪しいな。でポンセ、ポンセ、あ、そうだポンセ忘れてた、ポンセ投手、うん、これ入りますよ、うんうんうん、だから1,2,3,4,5人は決まってるね、はい、あと1人だね、うん、でもちょっと薄いなやっぱり全体的に。そうかね、そうですね、うん、うん、でリリーフが、はい、松勇気いなくなったから守護神が則本ね、はい、ターリーね、はい、で孫ね、はい、で酒井ね、はい、で渡辺翔太で、鈴木空は確定やんな、はい、うん、そうですね。宮森もな、去年ね、一昨年よかったのに、うん、あと伊藤真央、去年中盤だけでしたよ ねだから出てくるか、1,2,3,4,5,5人、うち投手が本当に先発にこう行くか、でもいかんとやばいやろ人数的に、うん、いやまあでも5人決まってるんで、決まってても、うん、もうおっさん多いよ、ベテラン1年間持つかどうか分かんないから、はい、結局は、はい、そうですね、うん、だから逆に言うとそんなもううちが先発行くんだったら先発でやらせていかないと、うん、そんなその場次の日やったって次に行けないよ。そうですね、うん、じゃあうち投手は先発で、うん、やっていかないとね、うん、そんななんか中途半端にやってても
将来像が悪いよね。そうですね、うん、で、まあ、コジャとか、あと松田投手が一軍スタート、佐藤崎袴田さんおすすめのワン、ワン、ワン、ピンチェン、清宮ね、はい、セミア、うん、あ、セミア一軍スタートしました、セミア投手、ここら辺がね、はい、どうなるかっていうところあるけども、うん、方程式が渡辺、鈴木、ターリー、則本、そうそうですね、ターリー、ワッピー、則本投手とかですかね。だから、安楽のポジションを酒井がするのかな。ああそうかも、あ、そうか、酒井投手、そうですね。ね、うん、去年、まあ、ポンセとターリーが来たのは大きいね。大きいですか、普通に考えてね。めちゃくちゃ大きい。これは、はい、ね、どっちも しっかり使えるからね、うんうん、これは非常に大きい戦力になると思うけども、はい、うん、やっぱこのね、年齢分布図見ても、はい、30前後がほぼ全滅してるピッチャー、はい、でベテランに頼り切ってて、うん、若手の押し上げじゃないから、はい、分布図的にやっぱ悪いよな。そうですね。だ31歳以上の選手たちが今めちゃくちゃ活躍してるってい う、そこが中心だけど中心になってないのよ。なりきれてない感じ。だって2桁勝たへんやん。そうですね。でリリーフでもがっつり方程式おらんやん、うん、結局は。だからそこら辺がやっぱりチームが安定しないところなんだよね、うん、こういったところがね、はい、うん、やっぱなかなかちょっと厳しいな。厳しい、うん、いや厳しくない。いやなんかね、やっぱねファンはね、いやでもいい人いるなって見えちゃうんですよね。絶対10勝できるやつ誰？絶対10勝、うん、いない。でも10勝できる選手はいっぱいいるけど絶対はいない。いやできる選手は絶対だから。あのでも去年もう打線が序盤本当に悪かったんで、うん、あそこで普通に打ってたら岸投手とかはもう余裕で10位いってたと思うんですよ。去年も9勝してるんで、うんうん、でもあの一昨年は前半良くて後半失速するやん、はい、で真夏の大失速だったんですけども、だから結局何が問題かっていうと、うん、失速してる時に大会選手がいないから走行すぎる、まあ、そうですね。だから止まりきらないんだよ、うん、正直ね、それが止まんないんですよね、うん、止まんないし上げていかないし、はい、結局そこの復調待ちになるから、うん、ダメでも使い続けなきゃいけないんだよ、はい、だからそこら辺がちょっと若手の付き合いがないところがきついよね。そうですね、うん、だからまあ今年のドラフトで高校生のね、うん、酒井とか瞳とか日向、うん、とかこのウォーターズ、はい、ジュルミね、うん、ジュミルか、うん、とか大内、ね、青野とか、うん、ここら辺の高校生がどこまで育っていくかは大事になってくると思うんだよね、うん、だから最近でいうと高卒で育ってないんじゃないの、野手もピッチャーも。ピッチャーはまあ内投手とかっていうのが、まあこっからじゃん、まだビッグ、そのもうなんか中心的にみたいなのが、そう、藤平投手とかもなかなかね、うん、野手とかもね、うん、高卒でなんかハマってないじゃんね、うん、みんなそうですね、うん、みんな大卒とかだから、うん、そういったところではこのね、今年取ってきた高校生とかが育っていかないとちょっと未来に向けてはきつくなってくるからね、うん、はい、そこら辺だね。打線はハマると強いんですけどね。だからキャンプはね、どこ守ってるか見よう。いや、ほんとそれですね。誰がどこを持っているかで大きく情勢変わるから、はい、うん、そこだね、まあ、ピッチャーはやっぱ若手とか育成の突き上げでどこまで伸びていくかだから、うん、はい、ね、ぐっと押し上げれたらね、うん、投手陣も若手が安定してくるから、はい、まあ、そこのキャンプオープン戦も含めて伸びしろ勝負だね、うん、でも枠としては一つずつぐらいですか。枠は先発は 1,2,3,4,5 だからね、はい、あと1個だね。1個でももうあのマー君とか岸とか押しのけた方がいいけどね、正直ここがもう確定で、だってぶっちゃけここはまだ 1,2 番手候補だからね、はい、それはダメなのよ。ここが 5,6 番手で、だから阪神の時のように、はい、いや西も青柳もやばいな、強くない、そうなりたいですよね、うん、ここマー君と岸安泰だからね、はい、40歳と36歳、本当早川投手とかがもうズバ抜けてエースになってないと本当はいけない、うん、数が6人、マー君と岸が 5,6 番手で他4人がもう確実な安定感10勝できる数がバッチリいるようになってくると強いよ、うん、まあ、いないですね、うん、はい、だからそこだね、これやっぱこの25歳前後の突き上げがどこまでできるかによってまだね、こう投手陣が安定するといい形になるから、うん、はい、でもやっぱり松井裕樹も抜けるからね、則本がどこまで守護神がねうまく機能するかが、うん、適正能力はあると思うからね、はい、そこがポイントだね、うん、多分則本崩れたら終わるな、はい、ここがめちゃくちゃ、ね、うん、結構大事だからね、はい、でもまあポンセのターリー取れたのは結構でかいからね、なかなか本当にかなり、うん、だからもうキャンプはね
あのシートノックの守備位置見ましょう、はい、誰がどこ持ってるかな。さあサバイバルポジション、今日は東京ヤクルトスワローズ編でございます、はい、ね、逆襲の、はい、ツバメです。そうです ね、 ねえ、どうなんだろうね、うん、今年のキャンプ、まあ、先発次第だね、うん、ぶっちゃけね、そうですね、先発やっぱ足りないなっていう感じはありましたからね。だね、野手はさ、まあ、キャッチャーも中村でしょ、はい、でその後に、まあ、古賀が続いてる感じだから、はい、まあ、これは次世代をね、34歳中村と26歳古賀だから、うん、まあ、この次世代、まあ、いい感じのバランスだね、はい、まあ、ここはノーサバイバーだね、うん、でまあ、中村も週1回ぐらい休むだろうから、その時に効果が出ますよみたいな、はい、で内山が内外野守れて、はい、キャッチャーも守れますよ的なね、うん、第3の保守的じゃんね、はい、でファーストオスナね、うん、でセカンド山田ね、はい、でサード村上ね、うん、ノーサバイバーだね。そうですね、あ、うん、で山田がここ本番ないとね、はい、まだ32歳だからね、はい、2024年度、うん、まずそんな落ちぶれてる場合じゃないよ、ベテランでもなんでもないから、ねうん、ちょっとこうね、体力がね、一時期のね、輝きがね、輝きが、はい、やっぱ走れんくなってくるときついよな、うん、山田ですもなんかキレがね、うん、走れてるときっていいもんだ、トリプルスリーですからね。でショート、うん、サバイバルやな、もう長岡選手はなくなってくる、だって去年の活躍見てて、うん、一強とは言い難いよね。そうですね、だから長岡、うん、ね、竹岡、はい、ね、どっちかな、そこに続く候補は、いやなんか頑張んないとね、ちょっと薄くなっているね、うん、長岡で収まったかなと思ったけど、はい、収まりきらないところでちょっと薄さが 出ちゃう可能性があるから、うん、今年の頑張り次第では、うん、来年ドラフト1位明治行くんちゃう、うん、あー宗山くん、うん、わいなかったらもう、そうです ね、 ね、ありますね、うん、あるよ、うん、ありますね、ドラフト1位ね、うん、下手したら頑張んないとね、はい、来ちゃいますよっていう、うん、スーパールーキー来ちゃいますよっていう、はい、神宮から神宮へ、もうルーキーからそのまま出ちゃいますよみたいな、ね、うん、頑張んないとね、はい、で外野は、まあ、センター塩見、ライトサンタナ確定だね、はい、普通にやったらレフトだけだね、うん、だから山崎幸太郎、まあ、青木が、ね、全部出ることないからね、うん、で、浜田、ね、丸山、はい、並木、うん、レフトだね、うん、レフトがサバイバルポジションだね、はい、正直ね、うん、丸ちゃん怪我しちゃったもんね、あ、ちゃう、あの沢井ね、はい、うん、そうですね、残念、うん、そういったところはね、やっぱちょっと大型だから北村とかがね頑張っていければいいね、はい、大型内野手としてはね、うん、そう考えたら欲しいね、うん、明治ね、ちょっと、ね、パン、ね、ちょっとなんか小粒やからな、うん、来年1位も明治かな、いっちゃうかな、いやでもまあ1位では消えちゃいますからね、うん、絶対宗山くんね、うん、欲しいよな、だおらんもんな、うん、おらんって思われてる時点で頑張らなきゃいけないよ、だ今年の頑張り次第じゃないですか、そうだね、うん、もうね、それによってドラフトね、はい、関わってくるよね、はい、で外野はレフト、まあ、レフトはこう、まあ、誰かがね、うん、取っていこうかなっていうね、うん、感じで、まあ、あとはもう確定だね、はい、でもそう考えたらやっぱりそう薄いな、ちょっと薄く見えますね、うん、このやっぱりその誰かが抜けた時に、うん、ガラガラガラってくるな、はい、一気にだからやっぱ塩見選手もいなくなった時にね、うん、やっぱガタつくしな、どうしようってなりますね、オスナとかサンタナがちょっと離脱したら終わるからな、はい、そういったところで次に行く選手のが、まあ、北村とか沢井とかがね、うん、うまくなんかこの、魅力ある感じが俺は好きやけど、まあ、沢井くんちょっと怪我しちゃって、あと北村がどこまで頑張れるかとかね、はい、ちょっと薄いね、そうですね、次に来る選手というところがあら、あるんちゃん、しかも今年ピッチャーね、うん、取ってますか、1位西舘、2位松本、3位市原、大学社会人ピッチャー、うん、で4位鈴木君高校生キャッチャー、はい、で5位伊藤君が独立リーグから内野手だから、うん、はい、ピッチャーばっかりから、はい、あるんちゃう来年な、なね、野手ほぼ取らない、おらんしな、はい、似合うな、うん、だからで今年はね、はい、明治の春のキャンプに、うん、ヤクルトのスカウトが見に行ってるか見てみよう明治の、でもみんな行きそうですけどね、うんうん、いやでも12球団も全部が行くことないから、どうですか、うん、やっぱ、うん、気合い入ってるチームは初日から行くか、おそういう意味よ、もう明治、明治の春のキャンプにヤクルトのスカウトが行ってるかもよ、はい、うん、宗山くん狙いで、うん、そしたらもうこのダブル岡、竹岡長岡頑張らないとね、うん、っていうところはあるね、うん、でピッチャーもな、はい、うん、確定は、はい、小川ね、小川サイスニードね、うん、高橋家に確定ちゃうやろ、まあ、
あんなんじゃ。でも新外国人のヤフーではやっぱ入るんじゃないですか。あ、でもロドリゲスね、ロドリゲス、ロドリゲス、ロドリゲスは入る、はい。いや、このもうロドリゲス入ったらカフーレ入んないから。ヤフーレ、もうヤフーレ、あ、そっか、うん、エスパーダがリリーフで入ってくるから5人しか入れないから、人数的にそっか、そうそうそう、オスナサンタナいるからね。ヤフーレは多分、ヤフーレとロドリゲスが勝負なんじゃない、うん、多分ね。吉村か、あー、そうですね、確定、確定じゃないよな、そんなの、いやでも確定じゃない。でもやっぱ他のメンバー見たらもう先発に入らざるを得ないんじゃないですか。いやだから勝負だよ、だから誰が入るか分かんない。あそこまあなんか勝負か、うん、確定じゃないか、うん、小沢、うん、あ、小沢投手確定じゃない、いや確定はもう小川、サイスニード、ロドリゲスだけじゃん。ちょっと感覚空くけど石川投手、もうこれだってもうあれだもん、そういう枠じゃないもん石川はでも先発やっぱそういう枠じゃない、じゃないですか、うん、特別枠だからそんなもう数とかに入んないからですか、うん、あの別にそれが先発が6人決まってようが決まってなかろうが投げるからなりますね、うん、だから関係ない、はい、だからほぼ3人やな。うーん、でそっからだから金久保とか、うん、金久保投手もね、うん、出てきてほしいですね。で小沢、はい、吉村、うん、でももう西舘投手とかまた競争に入ってくるんじゃないですか。そうだね、西舘でもあれなんだよね、2軍スタートなんだよね、上半身コンディションプロです。で、高橋奎二が勝負なんちゃう、はい、うん、先生推しのも石原裕貴くん、いや、ある、うん、そういうのあるんですよ明治のね、うん、あるの、うん、全然あるっす、うん、まあまあでも明治のそだから3人取ってるからな、はい、奥川はこれ復活するんですか。一軍スタート一応言ってますので、一軍は大丈夫だからと思うんですけど、じゃあ競争に入りますね、うん、まあ競争にね、はい、入ってきてほしいよね、はい。坂口リリーフ、リリーフじゃないですよね、リリーフかな、あと山野くん、うん、うん、こんな感じかな、うん、ね、そうですね、だからまあ3人だな、うん、確定はもう誰でもチャンスあるね、うん、正直先発は頑張れば入れるっていう、入れる入れる、ちょっとアピールすればね、うん、はい、でリリーフ田口ね、確定でしょ、うん、山本も確定やな、去年あんだけ投げたんやからな、やっぱ1人左のリリーフ孤軍奮闘したからな、はい、守護神田口に行ったからね、頑張ったよね。膝はね、うん、膝はで清水ね、うん、はい、石山入るん、ああ去年50試合だけどね。原樹里は、いや、ないです。星は入ると思います。ああ入りそうですね、ね、大西、うん、大西ね、うん、松本は、いや、そう競争じゃないですか、松本健吾投手、うん、2の、1,2,3,4,5,6 もう7人いるよ。ああ、じゃあブリリーフはもうまたまた今度、うん、今度ね、はい、あと、香山いるよ、うん、ああ、そうだ、左、はい、ワンポイント入りましたね。あとエスパーダいるから、あ、ほんとだ、エスパーダは入るやろ。エスパーダですね、うん、そこに宮川という選手も入ってたし、まあ、宮川ね、はい、右ね、あ、リリーフはもう結構そうだね、いますね、だから安定感欲しいね、うん、安定感っていうところのね、ちょっとね、うん、清水もちょっと去年ね、良かったり悪かったりみたいなとこもあったし、田口の埋めれなかったし、うん、まあ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 、まあでもやっぱりこう見ると先発ですね、全然おらんな先発、うん、あとあれかな、外野にしかチャンスあんのか。あ、でもさっき外野結構ね、いなかったですもんね。ないんで、レフトだけだよ、うん、はい、あ、レフトだけか、あ、そっかそっか、塩見選手と坂田選手も、ね、でもレギュラーじゃないんだったらいらんから、先発で出えへんのやったら、だって神様いるしね、川端が、はい、川端で、レジェンド青木もいるやろ、うん、おっさん3人いらんやろ、しかも全員左で、ナイスライダー波彦いるしね、外野守れるし、だからレギュラーじゃないといらないんだよ、はい、西川、うん、でそうなったらよ、うん、左使おうと思ったら青木行くやん、はい、で左ピッチャー来たら浜田とか行くやん、うん、ないわもうちょっとキャンプでアピールじゃないですか、もうキャラかぶりやな、うん、だからレギュラーで出れる能力がなかったら用ないよな、うん、だからレギュラーで頭から使おうってなったらチャンスあるよね、はい、もしくは青木がちょっと体コンディション不良とかで、うん、ってなったらチャンスあるけど、うん、そこやな、そんななんかもう確実にいいとかないな、うん、1軍に入れるかどうかって話やな、はい、正直、うん、しかもスタメンで出ないんだったらいらんよな、うん、だからまあ先発だね、やっぱりその、はい、まあ、チーム事情反映してるよね、うん、そういったところではね、3人ぐらいもうサバイバルですね、うんうん、あとは西舘が開幕間に合うか、まあ慌てて間に合わさんかもしれないけど、慌てて間に合わせてほしいぐらい先発はちょっといないけどね。だ石原くんはチャンスですよね。そうだね、そうだね、明治のね、チャンス、チャンス、はい、
だからそういう意味ではね、ドラフト山下とかね、何やっとんやったかなって話だよね、うん、はい、そこら辺がね、確かに山下光投手出てきてほしいんですね。ねえ、なかなか、うん、ドラ1ですからね、苦しいね、うんうん、だからキャンプの見方はね、はい、やっぱあの先発誰が2月1日が誰がブルペン入ってるかやな、はい、ここでお前でポジションを狙っていく選手がのんきに立ち投げしてたらはみたいな感じだそんなお前ゆうちょのこと何やってんだよみたいな、お前そんな余裕ねえぞみたいな、うん、こんなにガラガラなのにっていう ね、うん、初日のキャンプだね、初日のキャンプ、ね、初日のキャンプね、うんうん、多分この動画が初日に出ることないけど、うん、あの初日のキャンプあの誰がどう投げてたかとかをちゃんと見てる人は、うん、本当にヤクルトのことが知ってる人、はい、これは動画見てる人で、うん、あのヤクルトファンの人が初日のブルペンを記憶になかったら、はい、それもちょっとどうか思うよって、はい、そうですか誰が入るかで、はい、そこは、うん、あのチェックしていきたいね、はい、うんうん、ってことですね、うん、はい、そうだね、うん、あとはレフトだね、はい、あでももう野手はレフトしかないんですね、うんうん、レフトしかないよね、うん、レフトとショート、レフトショート、そうだ、うんうん、そこら辺だね、うん、ショートあのちゃんとしないと来るから、メイズから、はい、決めてますもん、え1年後、うん、もうね、昨年の末にねリストアップドラフト1位候補ヤクルト出します、ね、あ、そうなんだ、うん、だからだからヤクルトのキャンプも大事だけども、はい、あの明治の春のキャンプにヤクルトスカウトが行ってるか見てこう、いやもうちょっと長岡選手頑張って、太陽選手もね、大量ヤクルト持って行ったかもしれないこれも使ってください、ヤクルト戦ね、ジョアとかジョアとか何か言いますかみたいな、あとラーメンもありますけどね、ヤクルトラーメンタグマン、タグマンどうですかみたいなそこだね、アピールね、そこ見とこ、だから、はい、あの明治の明治もね、ちゃんとキャンプをそこ追いかけましょう、ヤクルトファンは。さあ今日はオリックスバファローズということで、はい、サバイバルポジション、ね、4連覇へ向けて、ねね、すごいですね、でも人はねいなくなっていってるからね、はい、うんうん、っていうところであんのかな、サバイバルキャッチャーね、はい、まあ、若月と森だからね、うん、まあ、ここはもう併用確定だから、はい、でも若月も山本がいなくなったからね、うん、ちょっとここが試合出場に向けて山本っていう最大の武器を、はい、がいなくなったから、うん、自分の力だけで勝ち得ていかなきゃいけないから、うん、ちょ勝負かも分かんないよね、そうですね、正直ね、うん、でもまあ森か若月か、うん、まあ、どっちかだろうからね、まあ、伏見選手がねもう出てますしね、うん、でファーストは頓宮でしょ、うん、これはもうだ中位打者だからね、はい、そうノーサバイバルでしょ、うん、でセカンド、はい、サバイバルだよな、そうですね、セカンドは、うん、ね、まあ、太田から怪我からと復活に向けて、うん、あと義母ね、うん、でまあ、野口の可能性もあるだろうし、うん、で足立がコーチ兼任、はい、大城、うん、ね、まあ、大里、西野、うん、ゴンザレス、うわ結構、まあ、サバイバルだな、そうですね、ゴンザレスもハマらんしな、うん、ずっとっていうところではな、はい、サード宗やな、うん、でショート紅林、はい、そこはもう確定ですね、外野、はい、中川、うん、センター、はい、両翼西川がレフト、はい、西川レフト、そうです、ね、センター中川、はい、ライトサバイバル、杉本さん入ってますかね、いや入るんじゃないですか元気だったら入るんじゃないですか、どうなんか、な1年おらんしな、うん、ぶっちゃけ、あとあの新外国人トーマスって外野手いますよね、え、はい、じゃあ DH ちゃうな、森がいるんで、森がキャッチャーの時だって森ライトもあるからね、森ライトそうですね、 DH やろ、外野だってじゃあもう杉本補欠、でも最近なんか1年通してじゃないですもんね、杉本選手ね、どうなんやろな、なんかまあ確定じゃないってことですよね、でも取ってるから出るよな、トーマスだから最初、ね、トーマスは出るよね、うん、どこで出るんや問題だよね、はい、外野なのか DH なのかって考えた時に、杉本ライトの杉本レフトライトライトでしかレフトだもんね、うん、でトーマス DH、まあ、キャッチャー森、はい、じゃあ若月がキャッチャーの時は森 DH トーマスライト、杉本選手がちょっと外れるとか、うん、あ、まあ、可能性高いですね、可能性あるよね、うん、まあ、トーマスが打つかにもよりますけどね、うん、セディーニもいるしな、はい、DH、うん、うんうん、セカンドだけやな、うん、でもゴンザレスがもうセカンドハマったら、ゴンザレス守備うまいってなってましたからね、うん、でもまあずっと出ることないよな、うん、セカンドだけやな、うん、であとはね、トーマスとかセッティングを含めて、はい、まあ、ライトと DH で森とか杉本とかと回していく感じかな、うん、だから野手はもうセカンドだけやな、うん、北とかもう出るとこないな、じゃあ本当ですね、前々から期待してるんですよね、北だけに、はい、ダジャレ多いね
自然となっちゃうんですよね。ね、はい、池田とか茶野ね、茶野も出るとこなくなるな。あ、確かに福田ね、うん、福田ね、うん、出るとこなくなるね、はい、感じやな、野手はね、はい、いい打順してんな、そう考えると1番中川、うん、もう2番西川いっちゃう、2番西川、3番森、森、そう、4番トーマス、4番トーマス、5番トング、うん、6番杉本、うん、で7番紅林、で8番セカンド、で9番は、8番、あ、でも宗もいるから、7番宗、8番紅林、うん、まあ、去年は7番か紅林だった、2番宗、そしたら中川宗で3番西川、でもそしたら頓宮とかが下がっちゃう、うん、4番頓宮、5番森、トーマス、トーマス買い出せ、下トーマス買い出せ、トーマスマイナーでは量産を持ってるんですけど、メジャーより欲しくないですか、うん、でもそんな奴らばっかりだから、うん、日本に来るのそもそも、まあ、西川だからいいんちゃう、だって中川、西川、森、トーマス、頓宮で杉本、紅林、宗、うん、でセカンド、義母とか、うん、これまたゴンザレス入ってきてやばいよ、うん、ああ、ダセンス、え、いいね、イブイっすね、うん、こう考えたら9番ゴンザレス嫌やな、うん、嫌だ、その打たなくてもパンチ力あるしスイッチやな、うん、9番ゴンザレスいいね、これトーマス当たったらすごい大きいですね、うん、当たってまたられるのどっちでもいいですね、うん、オリックス的に、うん、まあね、別にセーティングでもいいしな、うん、確かに、あ、いい感じ、いいね、うん、ピッチャー、はい、ピッチャーは先発確定が山下ね、山下俊平太、宮城田島東ね、うん、絶対確定はこれぐらいか、うん、もう山岡投手はリリーフですよね、分かんないよ、あ、また先発戻ってきたり、でこっから曽谷ね、はい、オリックスドラフト1位よかった、斉藤京介とかな、あ、佐伯くん来ちゃう、うん、佐伯、川瀬、入山、うん、まあ、向崎くんが上がってる、あ、そうですね、え、ピッチャー外国人いないっけ、ま、マチャドね、マチャドね、あ、カスティーヨね、はい、ロッテからね、はい、うん、じゃあカスティーヨ先発だな、はい、カスティーヨ、あと新外国人エスピノーザっていうのがいるんですけど、エスピノーザ、はい、あ、先発ですね、多分、でも外国人はマチャドは絶対入るやろ、はい、お城やから、うん、で、そのさっき あの外国人名前何やったっけ、エスピノーザ、うん、ヤシュ、トーマス入るやろ、うん、ゴンザレス、セデーニョ、トーマスやろ、3人、はい、で、マチャド、カスティーヨ、エスピノーザだから1人入れないよね、うん、あ、確かに、でもマチャドは絶対入るから、うん、セデーニョ入れんな、これは、うん、かもしれない、1軍にね、うん、うん、で、多分セットゴンザレス、トーマスと、うん、マチャド、エスピノーザ、カスティーヨやな、はい、そんな気がします ね、うん、で、エスピノーザ、カスティーヨ、東、山下、宮城、田島やな、で、6枚ですね、6枚で、うん、プラスそこからソタニとか、はい、あとその育成誰かとか、あと斉藤京介とかがどうなってくるかな、うん、それだね、うん、あとはトレードとかもおらへんもんな、トレード、あ、吉田の方ちゃん、あ、吉田康生投手ね、吉田康生に言われてるから俺、ん、佐々木さん厳しく言わないでくださいねって言われたんですか、うん、本人から、うんうん、秋田の知り合いの人と、はい、あのいつも12月に女子プロ野球選手、はい、アスリート親睦会ゴルフコンペがあるの、うん、でそこ吉田康生秋田だから、はい、その知り合い俺と共通の知り合いの知り合いだから、うん、来てて、うん、佐々木さん YouTube でおたらやかにお願いしますって言われてるからだから言っといた、はい、褒めるぐらい頑張ってって言って、おー、そうですね、うん、頑張ったらもう頑張って褒めるから褒めますもんね、ゴーって言うから、うん、頑張らなかったらバーッとって言うから、はい、それは、うん、あの自分次第でやれっちって、まあ、その通りですよね、でもあと律儀、はい、にあのインスタの DM で、はい、あげましておめでとうございますメールを送れるから、へえ、そういうとこ佐藤さん意外と弱いからあのよっぽど俺に言われるのがいいなと思ってかもしれないですけどね、頑張ったらいつでも褒めるから、うん、頑張ったら頑張って期待してるよ、はい、うん、ね、うん、その回ダメだったらボロカス言われるから、はい、頑張れ、でも食い込んでほしいですよね、そう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 、うん、でもまあそんな感じやな先発はね、はい、カスティーヨとかの補強大きかったよな、うん、ロッテ辞めてるオリックス何があったんやろな、あのターリーとかポンセと一緒の闇の謎がで知りたいよね、うん、もうお金が多かったのかねえ、うん、でまあリリーフは、まあ、平野でしょ、はい、うん、安倍、
山岡、宇田川、小木田、山崎総一郎、山田、うん、本田とか入るかな、うん、投げてたけどな結構、うん、でも1,2,3,4,5,6,7,8終わったな。もうこれで結構そうですね。でマチャド、うん、リリーフちょっとノーサバイバルやな、うん、ないな、うん、だそこに社会人の高島、小田島、うん、権田、これリリーフ、はい、まあ、社会人のピッチャーが、うん、まあ、どう入ってくるかだね、うん、上位のドラフトの横山、川内、ね、東松、堀は高校生だからね、はい、そういった意味ではまあ将来性っていうところだから、うん、まあ、ピッチャーはやっぱりいいな、うん、ないね、柱が2人抜けたんですけどね、うん、うん、でまだね若いのにね、はい、斉藤ね、日高も良かったけどね、はい、カープ行っちゃったから、ね、で、僕の木、入山、佐伯、川瀬のね、はい、私たちがね、うん、今後ブレイクする選手、1位に上げてる選手たちが、うん、この育成ね、選手となって、はい、でもやっぱ左少ないな、確かに全体的にね、うん、来年左ちゃん、1位、ピッチャー、ね、うん、確かにそう思ったら先発でやっぱり左を来期取ってきそうな感はありますね、うん、まあ、ね、まあ、宮城、曽谷、田島いるけどね、うん、そう次に来るのが、うん、リリーフとかも左薄いしね、薄い、本当ですね、うん、それ見るとだから、まあ、トーマツ君とか行ってる可能性も十分あるけど、うん、来年ドラフトちょっと左注目やな、うん、まあ中島さんのことやからこうやって決まりながらも調子悪かったら上げ下げするけども、うん、はい、やっぱ安定した確定選手がいるところがやっぱ強いな、うん、そうですね、うん、確定が多いですねやっぱり、うん、これやろって言っていやいやっていう選手がおらんもんな、うん、まあ、だからちって多分、ね、去年も開幕くればいしてなかったように、うん、その中で入れ替わりしたり発奮させるために2号落としたり調整させたりすることは、まあ、シーズン中十分考えられるけども、うん、熱いね、はい、こういったところで言うと、うん、で次に来る選手たちもね、はい、いい選手がいるし、うん、年齢構成もいいしこれはちょっと強そうやな、すごいですね、毎年いい選手抜けてるんですよね、え、うん、強そう、はい、でまた外国人ね、カスティーヨ大きいしね、はい、エスピノーザ、マシャド、ピッチャーここら辺はね、うん、抜けるって思って3人しっかり補強できてね、はい、打線もな、ゴンザレス9番だったらやばいな、まあ、トーマスどうなるかっていうのはね、うん、ありますけど、でも今年のね、オリックスのキャンプどこ見るか簡単なの、はい、もう俺ももうね、決めてんの、うん、はい、泉に行くかはこれからのオリックスの練習の予定試合なんだけども、はい、まあ、あのこの、川瀬、入山、佐伯、ムクノキこのように見に行こう1軍とか見んでいいね、はい、1軍とかも全然見んでいい、今後ね、うん、出てくる選手もね、うん、だからこのね、育成の俺はね、うん、育成の4人の中でもだから佐伯と俺は川瀬君は見たいの絶対、はい、この2人のピッチング、うん、だからこの2人がピッチングするときに俺オリックスの視察に行こうと思ってんの、はい、入山君も見といてくださいよ、え、入山君も見といてほしい、私のドラ1の、うん、してたら見とくわ、はい、お願いしますよそれだから1号とか見んでええで、うん、で、横山君とこの川内君と東馬君のこの3人の高校生見よう、はい、うん、だから未来見に行こう、はい、オリックスはね現状を見る必要ない、はい、別にもうタランタランと普通にやってるよ、うん、この新しいの見に行こう、で出てきた時に知ってるよって、あ、そうそうそう、だからちょうど隣で2軍1軍一緒だから、はい、練習でしょ、うん、だから2軍の方だけ行こう、うん、俺も多分今日1軍の方はチョリースって挨拶だけ行って、はい、もうすぐ2軍の方、うん、いい見方、1軍見たい問題、はい、ポジションもほぼほぼ決まってるし、別に今さら見るようなやついないから、はい、あと斉藤京介、うん、これを見に行こう、うん、うん、でブルペンは一緒だから、はい、だから俺もこのね若い選手たちの練習だけもうそれだけオリックス見とけばいいから、はい、一軍とか見る必要ないよ、うん、どうせそうですね、どうせ強いですね、うん、強いわ、うん、これで若手が出てきたらやばいわ、はい、うん、さあ広島東洋カープです、はい、今日は、うん、サバイバルポジション、はい、再開予想きっちりしますから、はい、1位からの再開予想、そうそう、なんか天皇陛下返されて、はい、広島地域から厳しい声援が来るんだけど、はい厳しい声援って言いませんよ、厳しい声援、意見ね、うん、はい、厳しい声援が、声援が、うん、厳しいけど応援なんですね、うん、うん、絶対なんか見返してやるっつって、はい、なんで1位から最下位だっつっていや俺は正しい解説してるから、はい、ね、うん、うん、まあそう思ったってことですからね、うん、だから多分サバイバルポジション終わった時に、うん、あ、良いなって思うかもと思うよ多分、はい、ですか今から言っていくけど、はい、じゃあちょっと聞いていきましょう、うん、キャッチャーね、はい、まあ、キャッチャーも坂倉だからね、うん、これ一択だから、ここか、うん、あ、競争だし、はい、でその後に相澤はね、うん、控えてるっていうところでも盤石だね、うん、でファーストシャイナ、おお、新外国人の、うん、これも競争ないよ、はい、もう外国人そのために取ってるから、ね、うん、そうですね、うん、だってファーストいなかったんだから、はい、で、セカンド菊池、
はい、でサードレイノルズ、はい、新外国人、新外国人だここも競争なしだね、はい、でショート小園、うん、外野、はい、多分秋山と野間は確定やと思うんだよ、うん、センターライト、はい、でレフトだけが多分競争やと思うんだよね。おだそこに、まあ、末金なのか、うんね、堂林なのか、はい、あの田村なのか、うん、はたまた大森なのか、はい、宇草なのか、うん、中村隆弘なのか、うん、っていうところが試されると思うけども、はい、うん、だから多分サバイバルはレフトだけじゃん。もうほぼほぼ埋まってますね。多分末金がそこに入ったら、はい、ノーサバイバル。西川選手が抜けたところっていう感じですね。そう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 、うん、だからノーサバですか。ほぼノーサバ、うん、はい、まあ、新外国人ね、うん、2人取ってきてますからね、出て取ってきてるんで、うん、でも危ないやろ、うん、このノーサバが、はい、あこのノーサバ、あ次に対抗してくる人がいないってことですか。うん、あとは2人の外国人次第で。あそうですね、うんうん、レイノルズとシャイナーが終わったら、はい、もう地獄だよ。そうですね確かに、うん、でそこに対抗してくる選手は誰だと思うんですか。いないと思うよ、おらへんや、うん、もう外国人次第で。そうですね、結構でしかももうね、うん、あの菊池34歳、はい、秋山36歳、うん、それはもう1年間それうまいよ、うん、でももう秋山もなかなかね去年前半良かったけど、はい、中盤以降コンディション不良もあって出なくて、うん、で菊池もね、はい、あのもうコンディション不良あって出なかった時あってだいぶ、ね、上になってきましたからね。そうそう、だから上の人たちに頼りっぱなしで、うん、内野はもう中堅どころも誰もいないし、うん、まあ、ソネ、うん、とかね、はい、あと葉月、うん、とかね、内野球も空いてるしね、矢野、うん、空いてんのよ、うん、だから小園がね多分 これからのリーダーシップになってくるだろうけども、はい、このベテランと外国人に頼りすぎなんだよ、うん、正直、はい、危ないよ、うん、確かに矢野とか葉月選手とかこう出てきてはいますけどこうピュッとはまる感じはないですしね、うん、だから去年もね、うん、戦力怪我とかでいなくならなかったら、うん、もっといい勝負できたと思うんだよ、はい、阪神と、うん、でも結局はそこの高年齢化と体力の維持が厳しくなってきて、うん、まあ、戦力の薄さっていうのもあるけどもいい選手たちがそれを継続できないことによって、うん、阪神と一気に差が開いたわけじゃん、はい、怪しい、危ないよね、うん、だってシャイナ、レイノルズがどうなるかっていうのと、はい、あと菊池、秋山も素晴らしい選手だけどももうそんなずっと頼りきれないよっていう、うん、でその後が回ってなった時にちょっと危ないね。そうですね、うん、外野も西川が抜けて野間、秋山っつってじゃあ末金が2年続で、まあ、今年も2桁打てるのかとか、はい、中村、宇草、大森、うん、田村、若手、どこまでや、うん、怪しいやん、はい、だからそれを信用するかどうかで、うん、3位にもなるし、最下位にもなんねん。そうですね、だから俺はそこが危ないんちゃうかと思ってるってことが最下位、うん、野手はね、はい、だからぶっちゃけノーサバイバーが危ない。あ、だ次に出てくる人次に出てくる選手がいないじゃん、うん、正直、はい、もし菊池と小園両方いなくなったら、うん、どうすんのに言うかんちょっと、うん、葉月とやめやなっていう、はい、なかなか厳しいよね、うんうん、正直中堅どころがいない。はい、ベテラン頼りがち。ほんとベテラン多くて中堅がね全くいない、30前後全然いないのよ、うん、一番危ない年齢構成分布だから、うん、はい、正直、うん、で、あの上位層が絶対的なレギュラーがあんまいないから、ね、はい、半分以上は絶対的なレギュラーで、うん、ピッチャー、はい、先発確定なのは大瀬良ね、はい、栗、森下、うん、森下どこだ、こんだけだな、このぐらいか確定はね、うん、だから4人、はい、でそっから競っていくのが、うん、だから遠藤とか、はい、玉村、うん、斉藤ね、うん、ドラフト1、それと黒原ね、黒原選手か、黒原、うん、森投手と常広だね、うん、ドラフト1ね、うんうん、滝田とか、はい、高高リリーフなんちゃうかって俺は思うんだけど、うん、常広くんはね先発でそうですけど、だ絶対確定なのはもう森下、大瀬良、栗、床田、4人だね、うん、4人ですね、うんうん、で、ここがこけたら終わりだからね、はい、正直で、リリーフ、はい、リリーフは矢崎でしょ、で、島内ね、はい、栗林、うん、大道、はい、森浦、うん、あと新外国人のハッチとハーンって入りました、うん、ハッチとハーンね、はい、ハッチと左で、うん、中崎1,2,3,4,5,6,7,8、 おでそこにタカとかね、はい、堀江ね、うん、とかがどうなのかっていう、ターリーいなくなってるからね、そう左に来てますからね、うん、だから栗林の出来がどうなのかっていうのもあるよね、うん、
で、まあ、島内がね初のタイトルと、うん、はい、で大道もリリーフで良くなってきたし、うん、でまあ、矢崎もね、まあ、ダブルストッパーでいけるだろうし、うん、中崎はベテランね、ベテランって32歳やからな、はい、全然ベテランでもなんでもないよなもうおっさん感あるけどびっくりしたわ、32やんけまだ本当ですね、なんか大瀬良より年下やないか、うん、野村と一緒くらいの雰囲気あるわ、はい、35歳ぐらいどっしり感ありますからね、うん、なんかターリー投手あとコルニエルか、仮にでもハッチとハーンいるからな、はい、ハッチとハーンとレイノルズとシャイナー入れた4人、あと1人外国人いけるけどね、うんうん、いやーな、なんかうわ強そうって思わんやん、うん、まあ、でもリリーフはもういるなって感じはありますけどね、先発もなんかさ4人結構みんなこう中堅のところでリリーフ全くおらんなって思うチーム巨人ぐらい、まあ、でもそれもちょっとね補充されましたし矢崎もり、ね、栗林、うん、で島内、はい、いて、で大道が買、まあ、いまたぎとかいながらで森浦、うん、だってハッチとハーン次第でターリーおらへんから、うん、最後までつなげるのところが、うん、ハッチとハーン間違うパターンあるなこれありますねどっちの派だっけみたいな、うん、いややっぱり苦しいなって俺思うな、うん、やっぱこうハッチとハーンとレイの外国人次第やな、それはありますね、まあ、あと先発はやっぱ大瀬良、栗、森下、床田で、うん、1、2、3、4でしょ、うん、この4人で貯金20はいるよな、うん、まあ、20は言い過ぎか、でも15はいるよな、うん、4人で、うん、だから4つずつ平均、うん、なかなか苦しいよな、やっぱり、うん、こうやってやってみて感じでも去年みたいに自信持って絶対で A クラスやなと思わんもんな、うん、俺やっぱ外国人したいな、はい、あと先発がやっぱり、ね、やっぱり、ね、うん、薄いよな、常廣が新人王とか取ってな12勝ぐらい上げてな、はい、12勝6敗ぐらいで、うん、そしたら面白いよね、滝田君とかもしかしたら、ね、ね、いきなり出てくるかもしれない、精査堂とない、でも最近のピッチャーばっかり取ってるのに全然出てけへんからな、うん、ドラフト上位な誰も出てけへんで、なんか森下投手みたいにね、パってね、ルーキーから出てくるような選手が、そこら辺がなかなか苦しいよね、上位でピッチャーめっちゃ取ってんだけどね、全然できへんもんな、そこら辺どうなんやっていうところはあるけども、まあ、ガラガラや、どこも空いてるわ、まあ先発も入れるし、リリーフも入れるし、野手はほぼほぼ確定してるけど、はい、そんなんじゃダメだよっていう、怪我した時にどう埋めていくかみたいなのがね、そうだね、うん。うん、だからやっぱキャンプはね、外国人中止しよう、はい、このかかってんで、うん、かかってる、うん、レイノーズ、シャイナーね、はい、ハッチハン、うん、ハッチとハンね、ハッチとハン、うん、かわいいですね、ハッチとハンってアニメみたいな、うん、どうするお前、ミツバチのコスプレさせるやつミツバチハッチですか、かわいい、可能性あるぞハッチとハン、ね、なんか、まあ、強そうにも見えるけど、なんかいや、うまくはまったらすごい強そうにも見えるけど、でも結局は名前だけだからね、うん、名前だけでおって思う感じだから、うん、それが1年間通してコンディション不良なく試合で続けれるのかどうかっていうところと、うん、先発投手陣のね、あの今までの最高の成績だけ見たらすごいけど、それを出せんのかっていうところもあるから、うん、なんか怪しいよね、そうですね、うん、まあ、ここはまあキャンプね、ハッチとハンとレイノーズ、シャイナ、はい、ここら辺を見て、あとは新人の常廣、タカね、はい、タキタ、この特に3人、はい、あとはでも赤塚くんが、ね、下克上で頑張る可能性もあるからね、そういったところはちょっとまあ見る必要性あるかなっていうところもあるんでね、はい、うん、そこら辺かな、はい、うん、個人次第、うん、どうですか、カープファンの皆さん、あの佐々木の意見を覆すあのコメント、こんな強さありますよっていうのをね、はい、教えてください、はい、さあ今日は福岡ソフトバンクホークスサバイバルポジションということで、はい、まあ、逆襲のホークスだからね、うん、まあ、いろいろ問題はね、はい、たくさんあったけど、うん、ね、どうなってるのか分かんないけど、はい、このキャンプ中にはね、うん、まあ、もうにこやかに練習してるやろ、はい、ね、いろんな選手は、うん、でもどうなんやろうな、ソフトバンク、はい、まあ、キャッチャーは甲斐で、うん、ノーサバイバーでしょ、まあ、そうですね、うん、ファーストは山川、はい、ノーサバイバーでしょ、確定ですね、でセカンド三森、はい、ノーサバイバーやろ、うん、でサード栗原、はい、ノーサバイバーやろ、でショート今宮、はい、ノーサバイバーやろ、決まりですね、うん、おお、でレフト近藤、はい、ノーサバイバーだね、はい、でセンター牧原、うん、ノーサバイバーだね、はい、でライト柳田、うん、でノーサバイバーだね、もうガッチリですね、で DH ウォーカー、はい、もう決まり、もうこれで決まりやろ、決まりですね、
もう外れる要素一人もないんじゃないですか。だから中村晃が補欠だね。あ、そうですね、うん、中村晃、周東が補欠やな、うん、もう周東選手で柳町、去年あんだけ頑張ったけど補欠、うん、もう何も言うことないぐらいがっちりですね。ねえ、まあでも怪我しなければっていうところありますけどね。するからね、はい、でもあの下は終わりだよ、うん、あの変えいないからね、はい、いやでも変えた中で頑張ってたじゃないですか去年。でも結局ギリギリ3位やで、下手したら4位やで、はい、でしたね、うん、途中12連敗もしてるしね、はい、だからまあね、FA でも補強したから外国人も含めて、うん、だからもう外野なんかあったら柳町ね、はい、で周東ね、うん、っていうところが、うん、多分バックアップね、はい、あと育美とかね、うん、でなると思うんだよね、はい、正木か正木投手、うん、あの選手、うんうん、で内野もし何かあったら周東ね、うん、であとは野村勇とか川瀬ね、うん、井上ね、はい、あ、うん、まあでもそんな感じだよな。だから野サバだね。野サバですね、うん、元気である限り、うんうん、3位だけど野サバ、はい、うんうん、でもどうせ怪我に出るからね。まあなんかね、うん、揃いに揃って元気ってことないですもんね。キャッチャーもノーサバは寂しいよな。うん、カイのあの打率の低さでな、そこら辺がいないのがカイの能力がもう一つ上がらないところなんだ。あ、結局は出れるからね。はい、そりゃそうだよね、だってもう対抗いないもん。でも人はいるんですけど全然やっぱり対抗になってこないんですね。で結果出せへんやん、だって下位、うん、に足りないとこは打撃じゃん、はい、で他のやつ誰か打ちゃ試合出れると思うんだよ、うん、で打たへんからな、うん、まあなかなか苦しいよね、はい、でピッチャーね、はい、先発、まあ、東浜、うん、石川で大関、はい、でボイネロなリリーフに、はい、って言ってたもんな、人がいないから。あと先発にですね。いやいや、リリーフになってもらうように会談するって言って。ああ、そうなんですね。うん、で本人も、うん、リリーフやみたいななんかコメントしてたから、ちょっと後ろがその会のがいなくなったから、はい、ちょっと後ろの予定が崩れたって言って、でモイネロを後ろに、うんうん、あの先発やめさすんちゃうかっていうそれを話し合うって言ってた。そうなんだ。うん、で和田でしょ、和田。はい、有原投手。あ、有原ね。これぐらいか、確定は。そうですね、先発は、うん、ね、別に坂東とかも絶対確定なわけじゃないだろうし、はい、スチュアートジュニアもいないから投げてただけやろ、うん、ね、今で何人ですか。うん、5。ああ、5ってことは、うん、あと1枚はサバイバルですか。そうだね、でも見てベテランばっかり、うん、32歳有原で、石川でしょ、はい、で東山、はい、34ですか、4歳、うん、で43歳、和田。おぉ、43歳。これはやっぱりそれはきついな、うん、もう誰も伸びてきてないって感じだもんね。ほんとですね、うん、若いやつは。で、大関の27歳でしょ、うん、やっとっていう感じですか、うん、1、2、3、4、5で、ここからだから、まだ藤井もリリーフなのかな、リリーフだろうな、買いのもいなくなってね、うん、だから、坂東、スチュアート・ジュニア、うん、あと誰先発候補ですか。笠谷、うん、あとは、岩井村田、ルーキー、あー、明治の村田君とかと、うん、あと名城か、あ、名城の、うんうんうん、村田は先発タイプだよね。そうですね、でも岩井はリリーフタイプのような感じでするような、はい、いや、やっぱ先発苦しいな。いや、苦しいですね、どう考えてもね、うん、で、リリーフだからオスナでしょ、はい、オスナ、モイネロで、藤井、うん、松本、はい、田浦、うん、又吉投手はどうだったんだろう、怪我でしたもんね。あとつもりね、うん、あ、そうですね、去年大津投手もそうだね、防御率もすごい良かったですけどね、うん、そうなんで、そこにあとはだから又吉なのか坂東なのか、うん、ね、まあ、モイネロがリリーフになることによってちょっと厚みは増すよね、うん、まあ、どういうモイネロ前だったらきついよな、うん、リリーフが。まあでもやっぱりちょっと投手陣きついな、ちょっと先発の、まあ甲斐のいなくなったらきついな、うん、ぶっちゃけね、これやっぱこう見てもどう考えてもプロテストからプロテクトから甲斐のが外れたとは思えんな、うん、100% 入ってたな、はい、で吸ったもんだがありまして甲斐のになったんだろうと思うけど、はい、やっぱ投手陣きついな、うん、やっぱオスナとモイネロにおんぶに抱っこやな、で松本藤井が前でフル回転やな、つもりと。でもやっぱり先発に若手が全然いないっていうのがすごい気になりますよね。リリーフも若手ほぼおらんで。あ、確かに代々もう25歳未満でっておらへんもん。いないですね。田浦ぐらいか、25歳ちょうど。うん、若手が全然伸びてきてないな。いない、確かに。そう考えると、うん、特にピッチャー本当にいないですね。ベテランに
大盛り抱っこやもんな、うん、でもあれだよ、うん、あの野手もベテランに大盛り抱っこだよ。牧原32歳、今宮33歳、甲斐32歳、うん、中村明35歳、柳田36歳、近藤31歳、うん、だからね、あ、ほぼほぼ30オーバーですね、うん、だから栗原の28歳、うん、だから三森が25歳、うん、そのぐらいだから三森と栗原だけやんな、うん、そうですね、うん、20代、うん、全30代だよ、うん、危ないよな、これちょっとやばいな、ちょっと偏りがありますね、うん、でこういったところが多分、いやホークス強いなって思われなくなってるところやな、うん、あとやっぱこのでどんどん怪我人出てくるからね、はい、晩年だ、ね、なってくるとね体力も落ちてくるし、うん、で若い選手を突き上げないし、はい、これはちょっとひどいな、そういったロフトスカウト大問題って言われちゃうよね、はい、まあ、この間のスカウトもね動画で結構、うんうん、分かりましたけど、うん、なかなか先発のドラフト1位っていうのがね、東山投手以降いなかったですからね。そうだ、ドラフト1位で頑張ってんのだって東山と松本、甲斐の投手もそうでしたね、うん、うん、でももう甲斐の田中選手いないからね、うん、そうですね、うん、あと和田、うん、いやきつ厳しいなこれは、やっぱりちょっとベテランだからもう、うん、昔取った亀裂塚じゃないけど黄金期を支えた人たちにまだすがってるから危ないね、はい、うん、あの上昇の時の人たち、若手の付き合いが全くない、うん、何のためのこの育成大量保有の4軍制度なんだっていう、はい、ところになってきてるよね、うん、ノーサバイバーだけど野手は、はい、ちょっと危ないね、この年齢構成が年齢構成ちょっとどんどん上にね、だから若手の付き合いが必要だから、はい、そこら辺でちょっと世代交代していかないと、うん、で今はまだいいかもわかんないけど、うん、これあと3年ぐらいしたらやばいかもしれない、ね、確かに3年後ぐらいが怖いですね、うん、かなり怖い、副作用出てきそう、うん、正直ね、しかも今年は今ハマってる人たちが頑張ったら、でもなんとかなる、強そうな気がするんですよ、うんうんうん、なんとかなるけどね、うん、うん、正直、はい、ちょっと危ないね、未来が怖いですね、うん、怖い、うん、だからそういったところでやっぱ若手の突き上げと、うん、あと中村晃がどうすんだやろっていうね、はい、ね、うん、ウォーカーが守ることはもう絶対ないと思うんだよ、うん、正直あの趣味だったら、うん、だからウォーカー絶対 DH じゃん、DH、でもしウォーカーが DH でないんだったらもう補欠やん、うん、山川ファーストやん、はい、で外野はもう近藤、牧原、柳田で決定やん、うん、外れないでしょうね、じゃあ中村晃は代打やな、うん、これだったら西武に行ってもよかったんちゃうな、ね、うん、正直レギュラーやで、余裕で、うん、ここぞの一発とかあるしな、うん、怖いですからね、うん、バットコントロールもあるしな、いやらしいからな、うん、相手からしたらあっさりしてないし嫌だろうけど、うん、出るとこないな、ない、うん、はい、かウォーカーを別にするしかないね、うん、あとあのホークスの問題点は、はい、あの柳田ずっと元気ですよねっていう結局どっか痛くなるやん、うん、で走れなくなったりするやん、はい、うん、その時に去年も DH と守備半々ぐらいなんだよね、出場したのが、はい、だからそこで休憩あったじゃん、うん、今年休憩ないよ、DH ないから、ウォーカー守らされへんやろ、まあでもどうにかウォーカーにも頑張ってもらうっていう守備、はい、いや無理やで、ね、どうにかもうそれだとジャイアンツで頑張れてるから、そうですね、うん、ジャイアンツはそうですね、うん、それかもう中村晃が外野を守らして柳田 DH で、あ、まあまあそれもありますよね、うん、しかないもんな、うん、ウォーカーを外すしかないよね、うんうん、こう何気に DH 誰使うかによって結構1年間のマネジメントめっちゃ難しいと思うんです、うんうん、しかもあとウォーカーが爆当たりしたらずっと使わなきゃいけないから、はい、それによって体力低下してきて、うん、バッティング成績落とすっていうことも考えられるもんな、うん、あと近藤とかもな、はい、DH とか回ってたからな、うん、ここのマネジメントが試されるな、小久保監督も、DH に誰を使ってウォーカーがどれぐらいの活躍するか、ウォーカー活躍しなかったら簡単になるんだよ、はい、あの中村と近藤と柳田を回せばいいだけだから、うん、ね、あと山川とか、うん、守備につけない人が続出したらやばいですね、やばい、かなりやばい、かなりやばいですよね、うん、みんなどこか痛いみたいな、うん、だから一歩間違ったらウォーカーがガンになる可能性あるんだよ、でこれ嬉しい悲鳴でウォーカーがめっちゃ打ったら、うん、崩壊する可能性ある、逆にね、逆に守れませんみたいな、なったらね、うん、危ないよね、うん、まあ、打つに越したことはないんですけどね、うん、やっぱり今年のホークスは結局毎年一緒で、うん、元気かどうかだけが鍵やな、そうですね、うんうん、あとは DH の使い方とマネジメントやな、うん、野手は全員元気だったらやっぱ強いんですよね、うん、多分ね、であとはピッチャーは本当に25歳以下の若い選手たちがどこまで出てくるかだね、うん、まあ本当に出てこないとやっぱ3年後ぐらい怖いね、うん、だそこら辺がキャンプね見るとこかなと思います、はい、はい、さあサバイバルモーション、今日は中日ドラゴンズ編、はい、最下位からの逆襲、うん、ね、でもサバイバルする
とこあんのかな、二遊間以外で。まあ、二遊間はね、常に課題ですけど ね、でもキャッチャーはもう石川と宇佐美でしょ。はい、もうどっちかやな、普通に考えても石川じゃなくて、あいつ木下、木下、うん、木下と宇佐美だね、はい、もうどっちかじゃんね、うん、正直ね。でもここもう31歳、33歳だから若いの出てこないとダメやね。宇佐美選手も31なんだ、うん。まあ、石橋がね、アジちゃん言ってたけどね、うん、ファースト、はい、中田でしょ、うん、もうここはねビシエド補欠やな、代打、代打、代打の一番って、うん、ビシエド、はい、でも外国人枠じゃなくなるんですもんね、うんうん、セカンド、もうあれやな、もうサバイバル、サバイバル、二遊間もサバイバルやろ、はい、だからいっぱいいますよ。セカンド、はい、福永、うん、村松、はい、田中、うん、でもこの3人じゃん。あと新人は、あとこれか、津田、はい、津田、辻元、うん、で、ショートも含めたらカリステ、はい、リューク、うん、でここら辺が全員サバイバルやろ、はい、あと石垣か、うん、誰になるかも分かんない、分かんないよな、はい、ぶっちゃけ誰、本当に分かんない、うんうん、誰が掴むんだろうね、ですかね、うん、で、サード、はい、石川やろ、うん、レフト、リカーソン、おー、新外国人か、うん、だってでセンターが岡林だって、ライト細川でしょ、うん、そうです、ね、ここはもうだって、まあ、最初はこれでいくよな、はい、じゃあ大島がもう補欠、でもリカーソン選手次第ってことですかね、うん、アキーノもでもあるからな、うん、どうなんだろうね、リカーソン、アキーノみたいにリカーソンって言ってる可能性ありますけどねまたオープン戦の時に打っちゃって、ね、これディカーソンいけるやろっつって、はい、だからサバイバルは二遊間だけじゃん、うん、何気に上林もソフトバンクから取ったけど、いやそうなんですよね、別にないよな出るとこ、うん、まあディカーソン選手次第ですか、うん、だって大島も いるわけでしょ、うん、で、まあ、鵜飼ブライト、うん、ね、確かに、で川越加藤、まあ、細川選手が去年ぐらいやってくれるかっていうところも、うんうん、あとは俊太ね、はい、あそうだもういるから、うん、それだったら加藤とか俊太の方がスピードあるからね、うん、上林もめっちゃ頑張んないと、うん、そんな枠ないね、そうですね、うん、でそう思ったら渡来選手も来てもそんなにこうね、あれでしたね、え渡来来てたらディカーソン取ってないんじゃん、あ確かにそれはあるかもしれないですね、うん、あもしくは渡来セカンド行けるからね、あ渡来俺は中日取ったとしては内野で使ってたと思うよ、うん、外野じゃなくて、はい、なるほど、そしたらもう埋まるからね、はい、うん、だから津田と辻元とか内野取ってるわけでしょ、はい、だからでも本当に二遊間だけですね、うん、そう考えるあとはもうディカーソン次第だね、うん、どこまで打つかね、はい、あと中田だな、中田効果がどうなるかだね、うん、正直ね、はい、ここがうまくはまればいいけど、うん、怪我だけ注意だね、うんうん、で2年目の細川がね、はい、どうなるのかっていうところと、大島さん出さなくても本当に大丈夫なんですかっていうね、はい、何気に小林大島の出塁率エグいぞ、いや本当そうですよね、この2人、うん、そのだっていわばさ、ドラゴンズの最大の致命的欠陥は出したランナーを返せないことじゃん、うん、出るランナーも引っ込めたら、うん、どうやって点取んねんって話だ、岡林選手、大島選手って本当出られる選手ですからね、でもそこの大島をもう補欠にするって、うん、結構勇気あるよね、ありますね、そんだけリカーソン打つんかな、うん、そうですね、てただでさえ点取れないのに塁に出るやつ、うん、でしかもリカーソンと大島併用ってちょっとイメージつかんやん、そうですね、正直、うん、大丈夫なんかな、大島選手常にランキングトップにいますもんね、いつも、うん、それだったらもう思い切ってサードのやつとか取った方が良かったんちゃうかっていう、あ外国人、確かに外野じゃなくて、うん、そこがなんか打線的にどうなのかなっていうところはあるから、やっぱ何気にディカーソン、うん、結構でかいよな、10月、うん、とかやらなきゃいけない、もう本当に打てなかったらすぐいなくなる可能性はね、でもありますね、いや別にいなくなってもいいと思うけどね、大島選手でやれればバランスいいと思う、俺はそこは大島の方が俺はいいんちゃうかな、なんかバランス悪いよな、だって出る選手がいなくなったら、はい、そもそも点取られへんくなるやんっていう、うん、それだったら本当もう石川じゃなくてサード外国人とかでもよかったんちゃうかって、でぶっちゃけ石川に外野の練習させて大島と併用した方がいいんちゃうかみたいな、あ確かに年齢的にも、うんうん、だあとビシエドの使い方、ここら辺の使い方どうするかだね、あビシエド選手もないじゃないですか、そうそうそう、だから代打で代打の一番手じゃない、うん、正直右の代中地いるんですかね、うん、中地もいるね、あ確かに、いやこれ危ないよ、下手したらもうビシエド中地中田翔って一軍に全員いたら、うん、これきつい危ないよ、うん、正直
でしかもディカーソンの守備がまあ見てないからどんなのか分からないけど、うん、ディカーソンの守備方もいる可能性あるからね、はい、何気にちょっとこうやって見たら俺4位にしたけど順位予想、はい、大丈夫かなって思ってきたな俺。なんか個々の選手良くてもこうなんかこうねバランスがねバランス悪くなってきそうな感じが。ちょっと野手ね、はい、でピッチャー、はい、先発ローテーション柳でしょ、はい、上の方高橋宏斗でしょ、はい、で小笠原でしょ、うん、大野投手は大丈夫なんですかね。もういける1軍スタートするんですか。はい、涌井投手、うん、ね、はい、ただ1,2,3,4,5確定ちゃうやん。だってメフィア、あ、いいっすかね、うん、メフィアの方が確定やろ。どっちかっていうとだから 1,2,3,4,5,6 埋まったよ。埋まりましたね。まあまあでも埋まるよ、うん、でここでまあ涌井とかベテランだからそこにまあ梅津とか、うん、あとは中地とかで、まあ、たまに福谷とか、うん、あとはまあ上田、うん、とかが入ってくると感じちゃう、はい、バランス的にはね、はい、そうですね、うん、でリリーフがライデルね、はい、ライデル、うん、エリス、ヘリスで松山ね、はい、で清水ね、で藤島、はい、勝野、うん、で斉藤、うん、1,2,3,4,5 でも岩崎がね、うん、岩崎が復活、ね、うん、はい、してくる可能性もあるけども、うん、田島祖父江、福、うん、もうその辺がねこうずっと担ってましたけどね、砂田、橋本、ベテランだからっていうところやろな、はい、でも絶対確定なのはフェリス、ライデル、勝野、藤島、清水、松山、うん、斉藤、もう7人まだ7人いますね、うんうん、だからまああと1人とかだね、はい、でまあ草加くんがね、ちょっとひ草加くんがね、うん、肘ね、はい、離脱、うーん、どうしよう、ハブ、ハブ、うん、呼べるハブ、ハブさんってでもいやでもこの人、ね、ハブさん羽根やんだって。あ、そうでしたっけ。あ、そっか、うん、あれえ、これハブですよね。ハブです、うん、ハブです、うん、呼べる、呼べました。ち、第一、いきなり最初、いや、あの私スポナビの配信の時にこれが読めなくてこれなんて読むんでしたっけってなったんですよ。いや、だってもしね、それは申し訳ないよ、はい、申し訳ないけど、うん、一番最初パッて見たら、はい、どうしようって思う。どうしよう、どうとかね。だってどうしようさんいるじゃん、あのレスリングの金メダリスト、女性の。どうしようなんですか。これじゃない、あの賞はね、多分このこれついてたと思う。ああ、これじゃない、これついてなかったから、うん、で加藤ね、はい、いるけど、まあでもピッチャーは安定してるな、うん、やっぱり、はい、でその次に来る選手たちもね、いるからね、うん、はい、でベテランがそこをサポートしながらっていうところで、うん、ピッチャーはいいね、うん、まあ、安定してる。10敗カルテットって言われたのが、うん、打線が打てば10勝カルテットになったらそれはもう、もういけます、ね、A クラスいけちゃうから、うん、やっぱり打つんやな。うん、そうです、そうですね、打線ですね、やっぱ二遊間とディカーソンやな、うん、あとだからまあでも細川、石川のこの2人の若いのにもかかってるけどな、はい、今年も大丈夫かっていうね。やっぱブレイク2年目も気になりますよね、細川選手がどれくらい、だからその打線の中でもう安心できるの岡林だけやもんな、うん、正直あとは頑張ってもらいましょうみたいなね。なんなら大島選手も結構安定感ある。そうそうそう、でも外してくるそうなんです、ね、外してくるからね、うん、だからやっぱり打線やな、はい、ちょっと未知数あるからな、うん、だからサバイバルで勝ち取った二遊間がどれだけ打ってくれるかっていうので、あと層薄いからな、はい、結局は、うん、なんかあった時のお助け選手はいるけども、はい、それが絶対的なレギュラーなる力があるやついないのと、うん、若手の付き合いがないから、うがいとかブライトとかのね、はい、なんかうーんって感じやな、うん、やっぱりハマったらね、はい、ハマったらなんかグッといきそうな感はあるんですよね。でもハマったらちょっともうどこも行けないからね、まあ、確かにそうですね、うん、でもピッチャーがいいだけにもったいないよな。もったいない、うん、野手やな、うん、野手次第やな。そうですね、だからディカーソンと二遊間の戦いをキャンプは見に行こう。そうですね、うん、もうブルペンとか見とかなくていいと思うよ、うん、誰がつかみに行くかっていうね、二遊間、うん、ブルペン楽しみないもん、うん、正直、うん、もうなんかあとはまあ宇別のね、復活、こっからの復活をね、うん、俺は個人的に楽しみにしてるけども、うん、あと岡田が怪我しちゃったからな、はい、復活頑張ってほしいよな、はい、うん、もう一踏ん張りね、うん、っていうところはちょっと頑張ってほしいなっていうところもあるけども、はい、あとはこの津田と辻元のね、はい、ルーキーと二遊間のこの、うん、だからあの去年まではロッテのねショートガチャあったけど、うん、今ドラゴンズの二遊間ガチャ発生してるから、はい、
誰が勝ち取るか、ね、うん、あら勝ち取らなかった、これ来年、はい、明治大学行ったらやばいよ、さすがに行かないじゃないですか。明治で村松くん取ってますよ。いや、また行っちゃうんちゃう、明治からの明治で二遊間行きます。二遊間明治明治で、あ、まあまあ、それで羽ばってくれたら明治は万々歳ですよね。今年だ、あれ上田行っといたら明治明治明治やってる、ダメでしたね、うん、サードショートセカンドみたいな、はい、ほんまね、うん、明治明治明治めっちゃ偉い、はい、明治明治、明治好きだからね、うん、で星野さんも明治やしな、はい、おわい、で川上健司さんも明治やしな、はい、明治ラインだけど、ね、小笠原も明治やし、おわい、何の話やっつって、何言ってる、ちょっと分かんない、一個も分かんないよ。これ注目したいね。そうですね、だからあの、うん、明治のキャンプにドラゴンズのスカウトもいるかどうかチェックしていた方がいいよ、うん、はい、いやもうこの選手たちが勝ち取ってほしいですよ、かっちり、うんうん、だそこはね、はい、あの気にして見ていきましょう、はい、サバイバルポジションセーブね、はい、あの日焼け、うん、真っ黒です。キャンプお疲れ様でした、シャツ ね、うん、今日2月14日ということで、はい、今まで10球団のサバイバルポジションは、はい、あのキャンプイン前に撮ったんで、うん、今日もう2月14日なんで、はい、あのキャンプ視察終わっての、うん、このサバイバルポジションの収録になりますけども、はい、なんと佐々木は西武ライオンズのキャンプに行ってません。はい、唯一見られなかったんですよね、うん、来てないんだね、宮崎行ってた時ね、うん、俺1から4までいたのに、うん、5に来てるから、はい、それはもう無理よね、一球団だけ結構遅れて、ね、そう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 、ワンクール怒らすから、うん、俺が12球団制覇できなかったらなんか、はい、ダゾーンの広島だけ見れませんみたいな感じになってるよな。俺の西武ファンの人が俺11球団全部出してるのに、うん、西武ファンの人が俺の評論を読めなかったっていうね、うん、そうですね、うん、まあ、でも11回るだけすごいですよ、だってあの期間に1日1球団の方を見てるようなもんじゃないですか。そうそう、日刊スポーツで11日出したからね評論、うん、そうなかなかいないよ。そうですよね。で、長崎は2月14日ハッピーバレンタイン、おえもちろんもちろん、もうチョコレート持ってきた、持ってきました、あるん、あります、あります、あるん、はい、何それ本命とかよくあるやん、何、うん、もうみんなに本命、もうみんなお世話になってるから本命、みんなに本命な、はい、あ、すいません、ちょっと受け取れないっす。本命だったら、本命だったら受け取れないっす。え、ギリだったら受け取ってくれるんですか。はい、いや、振りになったらアウトっす。振りになったらアウトっす。いやいやいや、本命もらったらもう振りっす。アウトっす、アウト。え、もう本命もらうだけで振りになっちゃうんですか、うん、それも今どうなるか危ないから。文春とかが払えで、今それも俺に対する。え、払う、チョコ払えで、チョコ払えで。何でも腹つければいいと思ってるじゃないですか、もう本当に。美味しいよ、チョコレート持ってきてくれた。あの、リンドールです。え、知らんな、そんなチョコレート。え、リンドール知らないの。有名だ。有名です、有名です。あー待って、これか、あーこれか。ロッテ以外のチョコレートってあるん、世の中あるん。僕も聞いたことないです、ね、あー今思い出した。俺も聞いたことないよな。ギリギリでもロッテ、ロッテ、ロッテ以外分からへんから。え、じゃあロッテの板チョコとかを溶かして手作りはどうですか、うん、それうまく作れるの、そもそも。そりゃもう、うん、もう昔から。まあでもあれか、あのロッテの板チョコ溶いて作ったら誰でもうまくできるから。そうでしょ、そうでしょ、うん、昔からそれ作ってましたから。それなん今日違う。じゃあ何の話や。じゃあ受け取ってくれないって話です。セーブのサバイバルポジションだから。そうですよ、チョコレートの話しちゃうから。ごめんなさいね、ハッピーバレンタイン、うん、はい、毎年のくだりだから、はい、さあということで、セーブ、セーブのサバイバルポジション、まああのキャンプ見てないから、はい、まあ、詳しく分かんないけど、最近のニュースで言うと西川がめっちゃ調子いいらしい、うん、外野ね、はい、でもまあポジション見てるとキャッチャーはまあ多分ずっと出ることはないけど、メインはまあ古賀っぽいね、はい、でまあ隅田に入ってきて、うん、まあ、ここからその、ね、若手も含めてどうなるのかっていうところで言うと、うん、まあ、確定ではないだろうけど、うん、まあ、メインは古賀だね、はい、うん、ファースト、アギラ、うん、アギーラでしたね、アギラでした、うんうん、もう難しいからね。放送局、はい、行くごとに読み方違うからね、はい、どれですかみたいなね。こっちで統一してくださいみたいなね、はい、うん、スポナビ見ててのと放送局が使ってる名前が違うかったでしょ、ね、難しい、伸ばす位置違ったりとかありますからね、はい、でもあのシューベではアギラ、アギラ、うんうん、がまあファーストだと思うのよ、はい、基本的には多分もうあの体型と過去のポジションを見てても、うん、もうほぼファースト、はい、ほぼファーストがもう DH から、うん、でセカンド殿崎はまあ確定だな、まあ、そうですね、うん、でサードがもう流動的だから、おー、もうサードはサバイバルポジションで、はい、でショートの源田は確定でしょ、確定、うんうん、で外野がレフトにコルデロってなってたけど、うん、まあ、ひょっとしたらアギラーがコルデロどっちか TH の可能性もあるんだよ、ね、うん、でもそしたらおかわり君どうするんだ問題と、はい、あと渡辺どうするんだ問題があるけども、うん、
まあそこら辺はもうね、まあ、おかわり君の40代ホームラン王も見たいけどね。見たいですよ、うん、それは、ね、でもまあ全試合は DH じゃないと無理だね、うん、だから DH におかわりが入ったとしたらファーストアギラ、レフトコルデロになる、はい、でセンターライトはもうサバイバルだね。だから外野がほぼ、外野はほぼサバイバルだね、うん、ってことですね、うんうん、でも鈴木翔平もねちょっと怪我してるから。そうなんですよ ねそっからね、うん、どうなるのかっていうねところもあるし、はい、うん、でまあ岡林は膝のボルト外れてね、はい、まあ、ここからどうなるのかっていうところと、まあ、西川が今ね、うん、あのこのキャンプでは調子いいっていうね、うん、シート打撃ではね隅だからね、はい、安打性のあたり連発してたっていうところもあるからね、うん、まあ、でもサバイバルだね。だから絶対決まってるのは外国人2人と、うん、で、二遊間、はい、源田と野崎、うん、だけやな、だけですね、うん、まあ、だから本当にね、うん、あのほぼサバ、はい、全サバじゃない、ほぼサバほぼサバわー、でもチャンスはめちゃくちゃありますね。まあでもそこをどうにかしないと、うん、打つだけだからなと。ピッチャーはいいから、やっぱ課題がやっぱその打つ方にあるっていうのは、うん、こういうの見ててもはっきりしてるね、うん、はい、だこのアギラーとコルデロが両方復活したらもう終わりです、うん、西武鉄道、うん、各駅停車ぐらいゆっくりです、はい、ゆっくりしか進めないです、うん、順位もそうですね、特急じゃないよ、もう、いやでも全駅停車、全駅。でももしかしたらオリックスの去年の頓宮選手みたいに、うん、誰かがいきなり首位打者みたいな、そういうのも、まあ、なくはないですよ。まあそう、可能性的にはね、可能性的に、うん、可能性的にはね、はい、うん、あと別件大爆発とか、別件、あ、別件、別件大爆発、サードも守らなきゃいけないからね。そうですね、うん、守りながら、うん、うん、だからサバイバルポジションだからね。そうですね、うん、だからその新しい戦力と外国人次第だね、うん、打線はね。そうですね、うん、で続いて、うん、先発はほぼ埋まってんじゃん、高橋コーナーでしょ。いやもういっぱいじゃないですか、今井、平良、隅田、うん、松本で、そこであと与田とか竹内とか、はい、入ってくるしね、うん、一枠を、はい、誰が勝ち取るかだね。そうですね、もう5枚はがっちりって感じですね、うん、去年そこにエンスとかね、はい、いたからね、うん、そこを誰がもう一層一枠、はい、一枠勝負だね、うん、そこに竹内入ってくるのか、与田がね、うん、昨年のレベンジで入ってくるのか、はい、っていうところはあれだね、うん、でリリーフは甲斐の入ってきたからね、はい、アブレイユ、ヤンでしょ。ヤンがめっちゃいいらしいね、モイネロクラスらしい。へえ、だからヤンの攻撃ってあるかもしれない。そうですねもう今ヤン逆にあのキャラクターでめちゃくちゃ今有名になってますよねめちゃくちゃ明るいっていう、見てないけど、うん、めっちゃいいらしい。へえ、ね、で、まあ、佐藤、水上、うんうん、豆田がいいからね、うん、ああ、だからどうなるの、まあ何人よ、7人、6、7人、アブレイユ、ヤン、絶対なの、アブレイユ、ヤン、うん、水上、うん、豆田、海野、うん、佐藤、うん、いや平井とかもワンクッションいるしな、サイド、うん、で新人の上田、まあリリーフも1ぐらいか、1ぐらい、まだ確定してないのはって感じですかね、うん、で、あとはもう、うん、アブレイユ、ヤン、アギラ、コルデロの外国人選手次第で、うんうん、枠が開くか開かないかだけど、もう増田投手とかやっぱ確定であるのもなくなってくるんですか。どうやろうな、でもね、ちょっとベテランですしね、いつも若干あの増田調整遅いからね。確かにスタート公式戦とか138キロぐらい投げるからね、はい、うん、ビビるからね、えみたいな。でもまあきちり合わせてきてるけども、うん、まあ、それがもし遅かったら、はい、ね、無理にはめ込まないと若手がいるから、うん、そこら辺がね調整次第っていうところになるけども、はい、まあ、先発リリーフで一人ずつだね、うん、でもそう思うと甲斐の投手入ってきたのは大きいですね。でかいよ、甲斐の抑えも普通にあるからね、はい、一歩間違ったらね、うん、そういったところでやっぱ投手陣のね厚さは出てるから、うん、打撃だね、はい、だからここら辺がどう埋まっていくかで、うん、西武の順位は、まあ、大きく変わっていくかなっていうね。そうですね、でもね、その新人の竹内、上田もね、うん、入っていけるところあるからね、はい、あとまあ本田圭佑とかもいるしね、うん、うん、そうですね、まあ、去年からもうピッチャーがものすごい良かったですからね。そう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 、うん、であの佐々木チャンネルあの常連の青山くんがね、はい、先発ローテ先発調整するっていうところがあるからね、はい、うん、そこローテーションね。そうですね、うん、あと一枠のところにね入ってきてほしいですけどね、可能性はね、うん、十分あるからね、はい、そこら辺はね頑張ってもらいたいっていうね、うん、はい、でもやっぱ佐々木さん気になるのは、うん、伊勢のラオウじゃないですか。公使館大学初のね、はい、うん、佐々木チャンネル全面推しの、はい、俺がドラフトとかルーキー特集でどんな媒体出ても必ず名前が出てくる、はい、そうなんですよ、伊勢のラオウ、伊勢のラオウ、もう入り込む隙ないですか、ね、やっぱ本人が今年じゃないって言ってね、はい、本人言ってんですか、力つけていくっていうなんか謙虚なの、謙虚なんですか、あの珍しい、最近では珍しい、はい、うん、いやタイトルですとか、うん、もうすぐに来たっていうね、うん、結果わかんないよ、はい、結果どうなるかわかんないけども、うん、今のところ、うん、あの地道にやりますっていう、あ、そうなんだ
ね、だから控えめでね。ラオウってそんな控えめだったっけ？どっちかっていうとトキちゃん。トキで控えめなんですか？トキどっちかっていうと後方支援だからね。あ、そう。じゃあ今のところ伊勢のトキですか？日本の野鳥になってくるからね。伊勢のトキって言ったらもう。確かに。サウザーぐらいにしてよかったのにな。伊勢のサウザー。伊勢のサウザー？なあ、いいよな、サウザー。サウザーじゃないですか？知らんの？知らん。おいおい。レイは知ってる？レイ。あ、レイは、あれゲームで出てきたんで、パワプロで。パワプロで？出てきた。あ、出てきた。キャラでコラボしてて。そう、コラボしてたやつで。フドは？レイ。フド。フド出てこらん。フドめっちゃ優しい。へぇー。何の話してるんですか？伊勢のラオウは伊勢の杉本みたいな意味だと思いますけどね。杉本っぽいみたいな。でも優しいラオウだから。優しいですね。謙虚だからね。まあ、頑張ってほしいですね。そうそうそう。まあね。あと出てくるかどうかはね、はい、すぐこう来る可能性もあるから、ね、うん、頑張ってたんで、はい、うん、まあでもまだまだ本当に野手の面では野手だね、うん、だからこの本当にね、今西川が頑張ってるっていうところもあるけども、うん、そのこの練習試合オープン戦で誰が掴むかがね、うん、はい、ほぼさまだからチャンス一気に開幕スタメンあるからね。そうですね、ちょっと頑張ったら秋山翔吾選手が抜けたぐらいから、うん、ほぼほぼ固まってないんですよね。全然固まってない、うん、だってまだ栗山とかはね、晩年なのにまだ下手したら守備守りますぐらいあるからね。ありますね。まあ、というとこがね、はい、ライオンズのサバイバルポジションですね、うん、はい、はい、さあサバイバルポジション DeNA ベイスターズ編というところでね、うん、でも DeNA には最大の問題があるのよ、はい、バウアーどこ行くんだ問題ね。ああ、そう、まだそうですね。それ決まるまでにこれ待ってたら、うん、キャンプインしちゃったっていうね、うん、はい、しかも、うん、DeNA、うん、球団関係者、はい、里崎チャンネル視聴12球団で一番多い説っていう。そうなんですか、うん、あ、だから私、押した人結構 DeNA 入ってるんです、ドラフト。そうなの、うん、結構今まで入ってますよね、うん、DeNA 多いですよね。あと DeNA の一人の人が現役時代かぶってるから、はい、あのスタンドで見てたら、はい、いつも挨拶して話するんだけど、うん、あの袴田さんに会いたいって言ってる。誰ですか？だから この前始球式、袴田さんしてませんでしたっけって言って、うん、行こうと思ったらもういなかったって言って、どうだったの？だから言っといた、はい、普通の女の子やで。いやいやいや、普通の子、普通の女の子ですよ。もう女の子でもないですね、もうレディーですよ。言ってたよ。へえ、うんうん、嬉しい、ね、ありがとうございます。で、あとは編成部長の人が、はい、たまたま俺が試合見てる時に後ろに座ってて、はい、声かけられて、うん、進藤さんっていうその編成の中の人がいるんだけど、はい、その元選手でね、はい、スカウト編成チェック DeNA 結構良かったよ。うん、良かったですね、うん、はい、そしたら、うん、球団内ですごい褒められてましたねってみんなに言われるって言ってた。会う人に、スカウト DeNA になってから良かったって、良かったですねって言ってめっちゃみんなに言われるって言って、うん、で進藤さんがなんか俺に俺言わなきゃって言ってて、はい、あの伝えといてくださいって言われたんで、ちょっと、あ、いいえって、だから何気に高いかもしれない、視聴率。あ、高そうですね。だって職員でこう言われるってことですもんね。でもやっぱ自分の球団のことが言われてたら何言われてるだろうってやっぱ見ちゃいますよね、きっとね。でもそんなに見てくれてるんだったら、はい、DeNA にフロントに潜入取材行けんじゃんな。あ、行きたい。なんか、はい、こういうデータ出てますけども、うん、どういう方針なんですかとかね、はい、袴田さんの言ってることはなんかこちらは勝手に、はい、あの私の言ってることを組んでもらって指名してるってこちらは勝手に言ってるんですけどもあるんですかとか、めちゃくちゃ勝手に言ってますからね。参考にされてるとこあるんですかとかね。いや、それはないですねみたいなね。でもなんか他の球団行っても、はい、ドラフトとかめっちゃ見るって言ってた。へえ。そしたら、うん、なんか他の球団がどういう、はい、どういうポジションが必要かっていう、ポジションが必要かとかが、うん、そう参考になるから、はい、だからそれは全てじゃないけど、はい、そのどういう順番でとか、うん、相手がどういうの狙ってくるのかポジションとか、うん、なんか参考になるから、はい、めっちゃ見てるって言われたりとか、あとうん、内部情報なんでそんなに知ってるかっていうぐらい当たってる、いいこと言ってるよって言われたりする。へえ、すごい。だから天狗になってる今。さあ謙虚にいきましょう。謙虚に、はい、あの以前のラオウみたいに、はい、謙虚に。ね、ジャイアンツの水野さんもね、そうあのいつも見るってね、うん、おっしゃっていただきましたし、だから、ね、ありがたいね、うん、でもそんなこと言われたら、うん、よりもっと勉強しなきゃいけない ね、 そうですね、適当なこと言えないからね、うんうん、ね、適当なことばっかり言ってんのにね、はい、結構勢いで言うことですかね。でも DeNA ね、はい、サバイバルポジション、うん、でもまあポジションで言うと、うん、
まあ、キャッチャーなんか山本メインっぽいよな。そうですね、山本メインからの戸柱とか伊藤とかの、うんはいうん、でも今年はね松尾くん来そうな気がする。アシオンくんですか。ああそうメインじゃなくてもね、はい、多分下手したら 2,30 試合ぐらい出るんちゃうかみたいなね、うんうん、勝手に俺は想像してるけども、はい、でファーストがオースティンっぽいね、はい、オースティン、うん、でセカンドが牧でしょ、はい、でサード宮崎、うん、ショートはサバイバルだね、うん、でレフト佐野、はい、でセンターが桑原か楠本らしい、うんうんうん、でライトが渡来、はい、おもう渡来くん入ってくると、うん、多分もうこのままいったら使うやろ、うん、開幕ね、はい、でしかもオースティンがファーストいったらそんな別にね外野にこいつ使いたいみたいなのはおらんやん、うんはい、でそこのバックアップとしてね多分太田とか、うんねそういったところが多分入ってくると思うのよ、うん、あと関根とかね、はい、だから関根もね競争そこら辺がどうなるかだね。去年ねいい活躍でしたけどね。そう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 、うん、でもあんまりここはまたね渡来も下がっていったら関根がね、はい、ライトとか入ってくる可能性もあるからね、うんうん、まあ渡来も勝負だからね、はい、確定じゃないから、うんまあ、佐野は確定だと思うから、はい、まあセンターライトショートがサバイバルポジションだね、うん、まあでもあとはもうタイトルホルダーばっかりだからね、うん、佐野牧宮崎で ね、 そこはちょっとつける隙ないから、うん、セカンドプレイヤーとしてもどこまで入っていけるかが、まあ、勝負かなっていうね、はい、でピッチャーがまたこれほぼサバよ。ほぼサバほぼサバだって決まってるの多分まあ大抜き、うんうん、であとねジャクソンがなんかね、はい、いいらしい。へえ。この3枚はほぼもう確定してて、うん、で平とか石田浜口森とかがどうなのかなっていうね、うん、だから確実に決まってるのは多分、うん、東と大抜きとジャクソンだけだと思う。うーん3人 か、 だかあと3人はもうサバイバー、はい、でバウアー次第で2か3なのかになるっていうね、はい、いやバウアー決まらないとちょっと本当に順位とかも全然違うよ。全然わかんないですね。 DeNA、うん、バウアーいるかいないか問題だいぶ順位3つぐらい変わる可能性ある、はい、なんか読んで投げてくれますからね、うんうん、でリリーフが入江伊勢、はい、山崎康明森原、うん、ウィックうん、ウェンデルケン、おケイとか、まあ、外国人ね、うん、ケイ、ウィック、ウェンデルケン、はい、でもピッチャー4人入らねえからな外国人。そうですね、うん、だからジャクソン、ウェンデルケン、ウィックかな、うん、っていうところになってくると思うの、はい、そしたら入江、伊勢、うん、山崎康明、ウェンデルケン、ウィック、森原、カミチャッタニとか入らないか、うんうん、リーブあんま枠ないね。そうですね、結構埋まりますね、うん、それで埋まるね、うん、結構だからリリーフは1個ぐらいかな、はい、あったとしたら、うん、ね、佐々木千早投手も入りましたからね。でもあの練習試合はなんかパッとせんかったな。あ、そうですか。佐々木千早も下手したら先発あるからね、ロッテでも2軍で先発とかやってたからね、うん、そっちの枠に入っていけた方がいいんちゃうかっていうところはあるけども、うん、リリーフは何気にコマいるね。そうですね、そこが1年間働けるかどうかなんだよね疲れちゃうからね、はい、結局あと抑え誰がいるか問題だね、うん、ここもウェンデルケンなのか山崎なのか森原なのかね、うん、どうなのかっていうところも問題あるから、はい、だからそのポジションサバイバルだね。うん、リリーフのドロー7回なのか8回なのか9回なのか、うん、6回なのか、ね、敗戦勝利なのか中ロングなのかのところのポジションサバイバルはあるけど、うん、全体的には枠は1個だね、うんうん、まあ、先発は3つぐらいあると。そうだね、うん、だから今 DeNA の選手は先発にチャレンジした方がいいね、うん、そうですね、うん、どんどん抜けていくからね、はい、うん、でチャンスあるだから森とかもね、うん、ソフトバンクから来たけどチャンスあるよね。あります、先発全然ありますね。ね、うん、あのいないからね。はい。あと石田くんとかもね頑張ってほしいしな。そうだね。うん。リリーフが左があんまりいないからね。うん、石田が前行くだろうけど後ろの左いないから、うん、もし石田が後ろでも使い勝手いいけどね。はい。まあ、そういったところかな。はい。サバイバルポジションで言うとね。うん。あとは小園とかね。はい。あと深澤とか、うん、小園とかいつ出てくるんだろうね。そうですね、そろそろ来てほしいですね、うん、そうだね、うん、でも松尾くん今年出てきそうな気がするけどね。ああですか、うん、そう20試合ぐらい 2,30 試合ぐらい来るんちゃうかっていう、うん、練習試合パッと見たけど感じ良さそうだけどね、うん、結局あと打つだけだからね、はい、うん、体もちょっと大きくなってたし、うん、いい感じかなっていうところもあるんでね、はい、私今さっきあの石田くんって言ったじゃないですか、うん、佐藤さんと絶対今石田違い起きましたよね。ルーキーの石田くん、ルーキーの石田の方、はい、俺石田健太の方だから、そうそう、私石田雄太郎の方でさっき言った。あ、そっち系。そうそうそう、石田もいっぱいいるからね。そうなんですよ、ね、はい、佐藤さんが左って、あれ石田くん右だったのって気がする
いやいや、こっちで石田結構いるんですよね、うん、でも石田ですっごい人はあんまりいないね、名字で言うと。あいる石田、石田スーパースター誰だろうな、あんま聞いたことないよな、石田聞いたことないです。石田は、うん、こ常に球界にはなんか1人以上いる感じがありますよね、けど、うん、今のところあれですか、今のところ石田さん、うん、分かんないよ、いるかもしれないけど、俺の記憶の中ではいない。今から石田1位になれる可能性はあるってことですか？10番あるね、ありますね。石田1位目指して頑張ってもらいたい、頑張ってほしいですね。はい、はいはい、ということで、はい、終わりですか？終わりです。